はい、本日は無料公開講座で平成27年度のですね、司法試験の論文試験の出題の趣旨の分析会ということでやらせていただきます。よろしくお願いします。今日お配りしている資料は2冊ありまして、27年の問題文がくっついているやつとですね、あともう一つ出題の趣旨と、あとその問題を解くのに必要な基本事項が書かれたものですね、この2冊になりますので、ご確認ください。でまず最初にこのね、出題の趣旨と基本事項の確認という冊子のやつを先開けていただきたいんですけれども、1ページですね、今日のこの講座の趣旨です。これ、最初のところちょっと読ませていただきますね。今回の無料公開講座は27年の、ね、出題の趣旨をやっていきます。で、残念ながらこれ今回90分しかありませんので、それで7科目を、ね、やっていくことになりますと、もう1科目12分ぐらい、もうすでにこれ喋っちゃってるからもう13分取れないんですよ。もう12分ぐらいしかありません。でそこでね、もうこんな感じで、いつも私結構早口で喋っちゃってね、でそれやっちゃうとどうせなかなか理解さしてもらうのが難しいので、そんな授業をやるよりはちょっとゆっくり喋ってね、でこのところなんですけど、各科目ね、1点にポイントし絞ってね、解説した方が今後の皆さんのためになるんじゃないかと思ってね、何かこう1科目1科目は今日はこれを、得ることができたなっていう、なんかこうそういうところをちょっと持って帰ってもらおうと思ってね、そんな感じで1点絞ってやっていきますので、で、皆さんが気になりそうなところを特に絞ってやっていこうと思っております。でこの次の、ね、段落のところなんですけれども、この冊子にはですね、出題の趣旨の文章にね、次のページ以降に出題の趣旨くっついてるんですけど、そこに下線とか太字でね、私が装飾してきて、後で皆さんにこうね、勉強するときにちょっと役立ててもらいたい、気をつけてもらいたいところを目立たせておきましたので、それをご利用ください。あと本日の講義で使用する基本知識に関する事項を、ね、各科目の出題の趣旨のその直後のところに貼り付けてありますので、そちらの方も、ね、お役立てくださればと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まず憲法、今の冊子の3ページのところになります。憲法ですね。で憲法に関してはちょっとね、この最初の2段落目、まずという段落のところなんですけれども、この従来はね、被告の反論をあなた自身の見解、ね、を中心とする設問に置いていたんですけど、今年からなんかね、設問の形式が変わりました。この2行目、まずの段落の2行目ですけど、原告の主張と対比する形で設問1に置きね、さらに各設問の配点も明記ということで、今まで配点が明記されてなかったんで、被告の反論どれぐらい書いたらいいのかとか、あと自分の見解どれぐらい書いたらいいのかっていうのが分かんなかったんですけど、これからはね、そこがはっきりしました。原告4でね、被告1で自分の見解5だから、やっぱり自分の見解をしっかりね、書いていかないといけないんですよね。でこの辺のところは今回たまたま出題の趣旨においてね、その配点割合がこう明示されることになりましたけど、だから問題文にね、その配点割合が明示されることになりましたけど、従来からね、ずっと採点実感でも言われてたんですよ。原告のやっぱりこうね、原告のところをちゃんと一生懸命まず書いて、で被告のところはさらっと書いて、で自分のところを本当にね、しっかり書いてほしいってことをずっと言ってましたから、従来からの採点実感がただこう明確にね、配点割合になって現れたっていう形になりますので、特にこういう風になったからって言って、特にね、何かこう違う対策をするっていう必要はありませんのでね、今まで通りやってもらえればいいと思います。ただ被告の反論を設問1の方に書くようになったっていう点ではちょっとだいぶ形式面は変わってますけどね、でも実質は一緒です。それからね、この今回平等がね、今まで25年に1回平等が出てるんですよ。経済学部のゼミとね、あと憲法の研究をすることをテーマにするゼミとの関係でね、1回平等に絡む問題が出てるんですけど、今回そのさらにね、平等のところが真正面から出たということで、面白い問題だと思います。このまたという段落のところなんですけどもね、3ページのまたという段落、論文試験においては設問の具体的事案のね、どこにどのような憲法上の問題があるのかを的確に読み取って発見する能力自体も重視、しかしね、本年は、論述の出発点である原告となる B がね、憲法との関係で主張したい点を問題文中に記載で、特にほらこの次のところ、この口述するように、線引いておきましたけど、本文には平等に関してこれまで論じられてきた典型的な問題とね、あとこの異なる問題が含まれておりまして、でこの点も含めてね、ひとまず平等に着目した論述を期待ということになってます。でこの下ちょっと読んでいくとね、この異なる問題というのが何なのかって分かってくるんですけど、また平等の問題と表現の自由の問題、いずれも多くの論点を含む憲法上の基本的な問題、特に、表現の自由ね、21条絡みのやつっていうのは再品質でね、よく出てますけどね、それにこうまつわって25条なんかで、すみません、25年の問題みたいにこう、ね、平等のことが一緒に聞かれるような時もありますけど、これもそれ ある意味、ね、それに近いような形で25年の問題とこう憲法上 の条文が近いようなものが出てます。で基本的な問題であるため、着眼点を具体的に示すことで、ね、その分、論述内容の充実を求めたいとの考えもあったと。でそこで、ここですね、本年は原告となる B が主張したい点につき問題文中で明記で、設問1において
ここ見落としちゃうとね、あの違う条文、例えばあの表現の自由のことを本当は書かなきゃいけないのに思想良心の自由の19条を書いちゃったりとかする恐れがありますので、やっぱこの B の主張にできる限り沿った訴訟活動を行うっていう観点っていうね、この問題文にあるここの部分を見落としちゃいけないのかなと思うんですよね。ここを注意深くね、あこういうとこ見落としちゃうとなんか、まあ、要はこうね、考え方の違いによってね、あの公務員の採用差別が行われてますので、なんか19条のこと書いちゃいそうなんですけどね、ただこの B の主張できる限りっていうところ着目していくとね、まあ、なんか表現の自由の方聞かれてるんじゃないかなっていうことが、あのなんとなく匂う、あの匂いをね感じることができると思うんですね。また後でちょっと見ていきます。でこの後、本年の問題の一つは平等、憲法14条1項の法の下の平等についてね、判例多数説は絶対平等じゃなくて相対平等で、この後このね、線引いてあるところ3行目、B は D らとの比較においてこれまで論じられてきた問題を提起しているほかに、今回ここなんですよ、ここがあのその平等の、ね、異なる問題、あのさっきのね、またという段落の5行目の異なる問題のことですけど、 C との比較において違うのに同じに扱われたという観点からの問題も提起ね。普通平等っていうのはなんかこう同じなのに違うように扱われた場合にね、すぐあの平等原則違反ということが気づくと思うんだけど、今回違うのに同じに扱われたっていう観点からの、問題提起してます。だからここがそのね、さっきのこのまたっていう段落の、5行目ぐらいのね、異なる問題というところになってます。でこの後、平等が問題となる具体的事例において何が同じで何が違うのかを見分けることが議論の出発点で、まずは B の主張を踏まえね、同じ点と違う点について具体的な指摘と憲法上の評価ですね。で、憲法が要請する平等の本質にも立ち返りつつね、で次のページですけど、自由権侵害とは異なる場面としての平等違反、まあ、平等原則違反にね関する判断枠組みをどのように構成するのかが問われるということで、なってます。あとはですね、ちょっと後でこの内容面のところ後でね、2ページ先のところでやりますけど、特にこう気をつけてほしいのはね、この4ページのね、上から下から数えたから、下から2段落目の本年のもう一つの問題は表現の自由というところをちょっと見てください。本年のもう一つの問題は表現の自由という段落ね。でここに関してはすなわち B は自分の意見、評価をね、講師シンポジウムで述べたことが正式採用されなかった理由の一つとされたことを問題し、で内面的精神活動の自由である思想の自由のね問題よりも外面的精神活動の自由である表現の自由の問題として論ずることが期待ってなってるんですよね。でここが、まあ、結局ね、あの自分の考え方にあの基づいて、まあ、結局採用差別されてるっていう点で、あのちょっとこう似てるのがあの三菱樹脂事件ね。あちらはまあ私人間効力 の, あの事例なんで、純粋にあの、ね、こちらの今回の公権力と私人との関係が問題となってる事案とは若干違うんですけど、まあ、でも一応こう思想を信条等を理由にね、あの採用差別されたっていうことに関しては三菱樹脂事件があのすぐ想起されるんだと思うんですよ。でその時三菱樹脂事件ではですね、その対立する利益がまずその労働者側の19条思想信条の、まあ自由、それからまあその差別されないということでの14条の関係で、企業側の方の要は経済活動の自由であるね、22条とか29条その辺のところがまああのこうね、対立が問題となってるんですよね。でそれを考えちゃうと今回ね、あのこの19条の話でこう構成したくは ね、なってくるかもしれないんですけど、ただ問題文をねよく読んでいくと、あのやっぱり特にこの今のね段落の2行目、述べたこと、このね講師シンポジウムで述べたことが正式採用されなかったの理由の一つっていうふうになってるんで、このやっぱりこの原告の主張をよく見て、あの、ね、考えていくと、このやっぱ述べたことってところに着目していくと21条になってくるんじゃないかと思うんですよ。あと重要な判例があります。これやっぱり表現の自由の問題として構成した方がいいと、ね、思われる判例としては、あのマクリン事件がそうなんですよ。マクリン事件、もともと21条でこう保障されるような政治活動の自由がありますけど、それを過去にやったことを、ね、理由に現在において在留更新拒否をされたということで、過去の要は21条で保障されるような活動をしたことによって現在不利益を受けてるじゃないですか。でそれをこの問題の方に置き換え書いていくと、結局過去にまあそのシンポジウムで意見を述べたことを理由に現在採用されないという形であの不利益を受けてますよね。なんでその点ね、すごくマクリン事件 の, あの構造と似てるんじゃないかと思うんですね。でそういった時にまあ表現の自由のやっぱ将来の萎縮効果なんかもね、あの影響してきますので、その辺のところでその制約が必要最小限度のものと言えるのかということが問題になってくるんだと思います。というわけでこの事案を見た時にね、まず想起するのはすぐ三菱樹脂事件、まあ、でそれが出てくると、とりあえずまあ原告側の主張としては19条14条、それからあの被告の方の、ね、主張としては22条29条なんでしょうけど、まあ、でもよく問題文を読んでいくと、とにかくその、ね、原告の主張になるべくその通りっていうふうにやってますので、まあ、そこですぐ三菱受信事件に飛びつかずに、まあ、やっぱこの、ね、述べたことっていうところですよね。ここのところに着目して、あでもどっちかというとこれマクリン事件の方が近いんだなという形で、まあ、21条の問題で構成してもらえればよかったんじゃないかと思います。
あとね、皆さん今後これ気をつけてください。憲法ってね、覚えること少ないじゃないですか、民事系と比べたら。でその時に例えばこう意見審査基準もね、いくつかありますよね。例えば表現の自由に対する規制の、意見審査基準だったら内容規制とか内容中立規制とでまたこうちょっと内容を分けたりとか、あるいはその同じ経済活動の自由に対する制約の、ね、場面においてもそれが積極目的なのか消極目的なのかによってこう基準使い分けていくじゃないですか。でその時にそれを、ね、丸暗記してその形式的にこういう時はこの基準だ、ああいう時にこういう基準だってやると、ね、憲法ってあんまりいい点数もらえないんですよ。でそれが書いてあるのがここ、この5ページの、ね、ここです。この2行目かな、例えば、ね、2行目、例えば5ページの例えば、内容規制と評価し表現の自由が問題となったさまざまな判例を踏まえて判断枠組みを考えられるだろう。どのような判断枠組みを構成するか人それぞれであるが、ここからなんですよ。ここは絶対忘れちゃいけないのね。この問題固有の問題じゃなくて、もう憲法すべて、皆さんが将来受ける試験にも、ね、通用することが書かれています。いずれにしても一定の判断枠組みを用いる場合ね、学説判例上で議論されている当該判断枠組みはどのような内容であるかを正確に理解している必要で、その上で本問においてなぜその判断枠組みを用いるかについて説得的な理由付けが必要で、判例を踏まえた論説をする際はね、単に判例を引用するのではなく当該判例の事案と本文の違いも意識して論説する必要で、ここは表現の仕方は違うんですけど、ずっとね採点実感でも言われてきたことなんですよ。憲法の採点実感見てもらえると自動販売機型の答案はダメだっていうことがずっと書かれてるんだけど、それってこういうことなんですよね。まあ表現の自由で内容規制だから、じゃあ明白かつ現在の危険の基準だってバンって立てて、あとはそれを立てたら自動販売機的にね、こう当てはめ、事実を当てはめて結論出すっていう、それがねずっとやっちゃいけないって言われてるんだけど、これが、そういう部分になってきます。で例えば判例を勉強してるとね、こういうところに気がつくと思うんですよ。同じ例えば公務員のね、政治活動の自由を規制することが問題となった判例でも、まあ、一番有名な古い判例としては猿払事件がありますよね。あとその後に寺西判事法事件が出てきまして、で比較的最近ですと堀越事件とか宇治橋事件があるじゃないですか。同じ公務員の政治活動の自由が制約されている場面であるにもかかわらず判断枠組みが違うでしょ。判断枠組みが違うで、しかも中にはまあ4つ判例があるんだけど、同じ判断枠組みを使っている判例もあるんですけど、結論が違ってくるんだよね。その合憲違憲というレベルのところで見た時にね、そうすると同じ抽象的に見た場合にはその公務員の政治活動の自由を制約する場面の合憲審査をするときでも判例ってね、ちゃんと事案見て使い分けてるんですよ。それを言ってますよこれね、ここのところはね、まさにね。というわけで判例、憲法はとにかくね、違憲審査基準をなんかカード化して形式的に覚えて、それを当てはパンって答案に貼ってやればね、その後当てはめして答え出せばいいっていうのはとにかく通用しないと。ただ、まあ、最終的には試験って相対的じゃないですか。みんながみんなここまで深く、まあ、やっていけばね、まあ、表面的な答案書いてる人で絶対合格点にはなんないんだけど、まあ、現時点では結構表面的な答案を書いてる人がまだまだ多くいるんですよ。なんで相対的に見たら、まあ、まあそんな完璧な答案書かなくても大丈夫っていうレベルね。でも今後だんだん出題の人とか採点時間にこういうことどんどん書かれて、で今私が喋ったような問題意識を持ち始めてしまうとね、やっぱりその答案の質って上がってくるはずなんですよ。要は合格者の再現答案、皆さん見てるんじゃないかと思うんですけど、昔の再現答案ってだから当てになんないんだよね。だん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 レベル上がってますから、やっぱり出題の人とか採点時間でどういう答案が求められてるのかってことをずっとこうね、こう公表し続けられてますから、レベル上がってます。ですから再現答案見てね、あこれでいいんだと思ってしまうと良くないと思いますよね。昔より絶対、だから私が合格した時より皆さんの方がレベル高いんですよ、まずね一つ言っとくとね。だん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 レベルが高くなってます。まあ、私の頃なんか結構ね、表面的な答案書いてる人が旧司法試験の流れを組んでね、論証パターン集バンバン覚えてね、表面的な答案書いてる人が多かったんだけど、最近はやっぱこうやってどん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 公表されてますのでね、まあ、時代が変わったなというふうに思いますね。こういうふうにね、いろいろ情報出してくれますしね、交際員の方が。で今度ね、行政法行きましょう。あでそうだ、せっかく作ってきたからこれ6ページすいません、憲法のね、この基本知識の確認なんですけど、まあ、ここ、まあ、2点だけね、ちょっと全部喋ってると時間なくなっちゃうから2点だけ喋っとこう。1個目のポッチのところ、まあ、平等とはね、事実上の際に着目せず絶対機械的意に平等を取り扱うという、絶対平等じゃなくてね、同一事情同一条件では平等に取り扱うという相対的平等を意味しています。で事実上にね、際に着目した合理的な区別であれば、まあ、14条違反にはなりませんよと。で特にここの次のところ、平等とは等しくないものは等しく扱い、でほら等しくないものは等しくなく扱う。で特にこの後段のところですね、等しくないものは等しくなく扱うということは、違いがあるにもかかわらず同一に取り扱われることもやっぱり平等原則違反の問題になってくるということで、今回はこの点がちょっといつもと違う特殊な問題だって言ってるんですよ。というわけでね、こう後で復習しておいてもらえればと思います。あと次、じゃあ行政法いきましょう。じゃあちょっと頭をね切り替えていきましょう、こう一回ね。で行政法、これはね、設問に、これがすごく大事です。この設問に、このね、7ページのところ、出題の趣旨の7ページの設問に。で例えばほら、刑事訴訟法だったらもう伝聞証拠がもう
よく出てくるってことは皆さんご存知ですよね。それと同じで行政法に関して言うと、この設問に、これが再品質なんです。この論点のところは実はその前の年の平成26年にも出てますし、あとは23年にも出てるんで、まあ、ある意味この設問にっていうのはね、何が聞かれてるのかをパッと見てすぐ分かんないと、もうそこで勝負に乗れないっていう、それ大事なあの問題点なんですよ。要は裁量、行政裁量のその実態的な統制の話なんですよ。行政裁量っていうのはどういうふうにね、もともと行政権っていうのは人権をね、こう制約する最たるものなんですけれども、それをどうこう統制していって人権を保護するのかってね、いう重要なテーマがあります、行政法に。でまさにそれを聞いてるんですよ。で先にね、これちょっと読むと難しいかもしれないんだけど、まあ、一回読んでみよう。でこの後ちょっと基本知識の確認で補充しますのでね、7ページの設問2のところですけれども、保安距離の短縮に関する Y 市の内部基準、はい、これもね、平成25年も23年もこんな感じの出てますから、この内部基準みたいなね、 Y 市の内部基準、本件基準に従って行われる本件命令の適法性の検討を求めるものというふうになってます。でその時ね、この下から4行目ぐらい、本件基準丸1丸2それぞれについて法令の関係規定の趣旨に照らし、裁量基準として合理的か、基準として合理的であっても本件における個別事情を考慮して例外を認める余地がないか、これ判断枠組みなんです。要は三段論法する時の規範なんですよ。でこれがもう25年、平成25年の司法試験、それから平成23年の司法試験、ずっと出続けてます。でこれね、ちょっと補いましょうね。これ基本知識のところで9ページ上げてください。今のレジュメの今ね、その合理的かどうか、あと例外が認められるかどうかって話したでしょ。これが大きい枠組みなんですけれども、これずっと同じこと言われてるんです。この9ページのところね、行政法の基本知識の確認というふうに書いてありますけど、この次のねページ10ページのところ見てください。ここにちょっと試しに23年と26年とね、27年のちょっと出題の趣旨 の一部をね抜粋してきてるんですけど、ずっと同じこと言ってるんですよ。で、まずね、これ本件23年のところ見てください。 H23 司法論文広報系第2問設問に括弧2の出題の趣旨の抜粋、本件の通達の法的効果は何か。今回だったらほら、本件基準の法的効果、法的性質は何かで聞かれてるでしょ。で行政手続き上は何に当たるのかを示すことが求められる。でこうして通達に定められている地元同意の許可申請に際して定める裁量が関係法令に照らして認められるか、またどの範囲で認められるかが論点であることを確認することになると。あと今度26年、こっちはねもっと明確ですよ。もう合理的とか例外という言葉使ってますから、本件要項、まあ、要は内部基準です。本件要項、括弧跡地防災保障を定める要項の法的性質、効果、あと上記の、ね、裁量前提とした裁量基準、行政手続き法上の審査基準に当たると解することが可能で、ほら裁量基準としてのほらまず合理性が認められれば必要な書類を添付するということも適法と言えないか検討で、ただし、法規命令と異なり裁量基準としての要項により、申請者に一律の義務を課すことができないことを踏まえてね、岩石採集にあたり跡地防災保障を求め、さらに市組合という地元の特定の事業団体を保証人とする要項の定めが、ほらここです。どの程度合理性を有しね、またどの程度、その例外を認める趣旨か。で今回のと要は去年と全く同じなんですよ、ここのところね。ですから、ここのところすごくね大事なところになります。でこれをちょっと基本知識を確認しますと、前のページ遡っていきます。9ページのところです。ここはね非常にだから係争法でいうと伝聞証拠みたいな感じで再品質のところですから、これを頭に入れておかないとね、まず問題解けませんから、これをね、ここで今日ねちょっとこう授業をやって教えてますので、後で皆さん復習しておいてください。でいきます。9ページの最初のポッチのとこ、行政庁が処分をねしようとする際に、処分をするか、しないか、あとねするとしてどんな内容の処分をするかにつきましては、処分の根拠法令が行政庁の判断、のね余地、まあ、行政裁量を認めている場合はですね、まあ、恣意的な裁量権の行使を防止するために裁量権を行使する際によるべき基準、まあ、裁量基準を、ね、定めることが要請されております。でこの裁量基準が、ね、ずっと出てるんですよ。27年、26年、23年とね。でこの後、裁量基準の具体的な例としましては、以下の通り行政手続き法上の申請に対する許認可等の審査基準と、あと何か不利益処分を課す場合のその処分基準とがあるんですね。で今のところ過去問ではこのどっちかが出てますから、まあ、ちなみに今回は、ね、この後者の不利益処分の方が出てます、まあ、後で説明します。でこの後、裁量基準の手続き的統制、とところですけれども、上記丸2の許認可等の審査基準や不利益処分の処分基準などの行政機関がね裁量処分をする際の裁量権の行使の指針の意味の裁量基準はですね、例えば申請に対する処分についての審査基準であれば、まあ、行政手続き法上の審査基準として設定及び、ね、公にすることが義務付けられてきます。で裁量基準がですね不利益処分についての処分基準であれば、行政手続き上の処分基準として設定公にするよう努めなければならないというふうにされています。で、この後ね次のところ不利益処分とは、本件ではこれに当たるんじゃないかと思うんですけど、不利益処分の定義はこうなってます。行政庁が法令に基づき特定のものを名当て人として、で直接にこれほら義務を課し、今回はその本件の施設を、ね、移転することを命令しようとしてますよ。
ね、移転させることを命令しようとしている場面ですから、まさにその行政庁が個人に義務を課そうとする処分をしようとしております。ですからこの不利益処分の定義に当てはまるんですよね。もう一回ね、この行政庁が法令に基づき特定のものを名当て人として直接にこれを義務を課し、またその権利を、ね、制限する処分で、この次のところですけども、裁量基準の実態的統制というところを見てください。ここが一番大事なの。今のことがちゃんと理解できていることを前提に、ここが大事になってくるから、ここね、裁量基準の実態的統制。裁量基準は法律の委任に基づかない行政内部の基準であることからね、法規としての性格がないため、裁量基準に従わない処分は当然に違法になるわけじゃありません。もっとも、行政庁が適切な裁量権の行使のために合理的な内容の裁量基準を定めておきながら、それに従わない処分をした場合は、判断過程の合理性を欠くなどの理由で裁量の逸脱乱用として処分が違法となることがあります。このようなことを踏まえまして、裁量基準が定められている裁量処分については、行政庁はどのような裁量権を行使すべきなのかについてはね、一般的に次のように考えることができます。で、ここのところが散々ずっと出続けてるのね。ここのところが、10ページの一番上のところですけども、問題となる行政庁の行為がまず裁量行為であることが必要ですので、問題文見たときにね、ちゃんとこれが裁量行為なのかっていうのを問題文の事実関係とか関係法令の規定照らしてね、まずこれを認定するんですよ。まあ、それが裁量行為であり、で裁量権、行使のために定められた裁量基準の内容が合理的であるときは、だから裁量行為だって、ある処分が裁量行為だってことを問題文の、ね、資料等から認定した上で、さらにその内容が合理的かどうか、要は法の趣旨なんかを皆さんが見抜いて、その趣旨と照らし合わせて、果たしてその基準が合理的なのかってことをさらに検討していくんですね。で、その合理的であるときは、行政庁は原則その裁量基準に従って処分しなければならないことになっていきます。このようにしてされた処分は、ね、適用になってくるわけですね。もっとも、行政庁が一般的な裁量基準を定めていたとしても、個別的な事情からその裁量基準を形式的機械的に適用することが不合理と認められるときは、行政庁は例外的に、だからほら、出題の趣旨にさ、26年も25年のやつも、内容が合理的っていう、ね、話と例外って話してたじゃん。そこに対応してますから、この2行目の内容が合理的っていうところと、この5行目の例外的っていうのは、ね、出題の趣旨にそれぞれ対応してます。まあ、例外的にその裁量基準を形式的に適用して処分することはできず、処分の根拠法令に基づき個別的事情を考慮してね、裁量権を行使しなければならないと。で、行政庁がそのような個別的事情を考慮せず、裁量基準を形式的ね、機械的に適用して不合理な処分をした場合は、処分の際に、まあ、例えばですけどね、まあ、理由の一つとしては考慮すべき事項を考慮していないなどの理由で、まあ、裁量権のね、逸脱乱用として違法になってくることがあるということですね。まあ、ここ、まあ、いろいろね、この例外的なところをちゃんとね、要は個別事情を考慮せずに、まあ、形式的機械的に裁量基準を適用して処分をした場合にね、まあ、一つはその判断過程審査でね、その考慮すべき事項を考慮してないという形で処分が裁量の逸脱乱用で違法になるっていう理屈付けもあると思うんですけど、他にもいろんな理由をつけて違法にすることができますから、例えば事例によっては平等原則違反っていう、要は平等原則違反を理由にね、その裁量が逸脱乱用で違法っていう理屈もありますしね、まあ、ここはだから一例に過ぎませんからね、ここは事例に応じて、まあ、どういう理由をつけていくとその裁量の逸脱乱用だってことが言いやすいのかっていうのをね、見ていくことが必要になってきます。というわけでね、この辺のところの基本知識ですね。で、これで後でまた今のね、さっき説明した出題の趣旨のところを見ておいてください。この知識がないのにここ読んでも何の意味もないから。で、繰り返しこれが聞かれてるんです、ずっとね。去年ももう出て、同じこと、また繰り返し出てますからね。こういうところの基本知識を入れておいてください。じゃあ今度ね、民法行きましょう。民法は設問1のね、小問括弧2をやっていこうと思ってます。で、先ほどすいませんね、ちょっと図を先にね、問題文あじゃないか、今の冊子の、ところのね、ちょっと図を書いてきましたので、そこですね、16ページのところをご覧ください。すいません、で早速訂正で申し訳ないんですけど、16ページ、今のね、この出題の趣旨がくっついてる冊子の16ページのところで、この一番下図が書いてありますが、設問1カッコ1ってなってるのをカッコ2にして、で、ちょっと図を、すいません、カッコ2バージョンに整えますね。A から B に矢印が出てるところのところから、今度 B から、D ってなってますけど、B から C にしてください。B から C に矢印。ね、B から C に矢印。で、その後 C から D に下に向けて矢印をやってください。それから A から D の方に向けて矢印を引っ張ってください。ね、ざっとね、あんまりゆっくり書いてると時間なくなっちゃうから、ざっと走り書きでやっといてくださいね。で、ちょっと一応このね、字を読んでいきますと、A から B に向けた矢印のところは、丸1、丸太、売る。で、B から C にね、書き直したところの矢印の右側の横には、丸2、材木、売る。で、新たにね、C から D に向けて矢印を書いたところに関しましては、丸3、工事です。丸3、工事。で、あとついでにね、余裕があれば材木10本が落ちた建物に符号というのを書いておくといいかと思いますね。まあ、問題文読んだらそのままなんで、別に分かってる人はメモしなくても大丈夫だからね。それから最後、A から D の方の矢印のところは、
丸4小問2の価格、あ、小問括弧2にしようかな、小問括弧2ね、設問1の小問括弧2なんですけど、小問括弧2の価格の償還請求ねっていう感じで、ここのところちょっと取材の趣旨分かりづらかったんで、ここを説明しようと思ってます。でちなみにね、このところなんですけれども、じゃあ取材の趣旨いいかな、これでね、まあ、ざっとね ABCD、まあ、最低 ABCD っていうのが分かればもう大丈夫だから、このところね。で、取材の趣旨いきましょう。ちょっと戻りまして、11ページをご覧ください。11ページのですね、ちょっとこう分かりづらいけど一番最後の段落ね、括弧2ではっていう段落のところです。本当に下からね 7,8 行目ぐらいのところですけど、11ページの下から 7,8 行目ぐらいのところ、括弧2ではっていう段落、さっきのね図を見ながら思い出してもらえればいいんですけど、 A は D に対して、要は丸4のやつね、一番最初の人から最後の人までのやつですけど、 A は D に対して材木丸2の価格の償還を求めていることから、その根拠がね確認されなければならないと。でまず材木丸2は材木丸1と同様の理由からね、 A の所有物で D の所有する落ち建物に組み込まれて一体化されていると。でこれは符号にあたり、民法240、ね、2条本文によると、落ち建物の所有者である D が材木丸2の所有権を取得と。でその結果材木の所有権を失った A ね、さっきのほら一番最初の人 A は民法248条に従い、これ一番最後の人 D に対して、その賞金を請求することができるというふうになってきます。でこれ何を言ってるかというと、さっきの図で言うとね、要はまず A が B に丸太を売りまして、でその後 B がその丸太を製材して材木にして、でそれを C に売ったんですよ。で C がまあ請負工事を、ね、やってる会社でして、それをその、ね、製材した材木を買ったところで D の所有の建物の方の柱に、ね、使ってしまったということで、その丸太が、ね、結局最終的には材木がその D が所有している落ち建物に符合しているという状況になっています。ただその途中の法律関係のところを見ると、ね、どうも、ね、その下手するとこの元の丸太の所有権が A のところにありそうなんですよ。まあ、そういう中で、まあ、A が D に対してそのどんな請求ができるのかっていう話で、それで、ね、結局、まあ価格の、ね、償還請求って話なんだけど、要は太りとこの請求するっていう話になってくるんです。価格の償還請求ってのは太りとこの条文を順用してますのでね。でこれを解くのに必要な知識がこの、ね、16ページの上のところでして、ここちょっと読んでいきますね。最初のところ、不動産と動産の符号です。でこのね最初の4行目の知識です。不動産に他人の動産が付着してそれらを分離することが困難となり、物を、ね、破壊して分離すると社会経済上著しい損失となるときは、その動産は不動産の所有者の所有権に帰属ということですね。例えば他人の土地に樹木を植えたところ、樹木が根を張って土地から分離できなくなった場合は、樹木の所有権は不動産の所有者の所有権に帰属すると。でこんな感じで、ね、下の図で今のを照らし合わせていくと、まあ本来、ね、この A に所有権がある丸太なんですけれども、この D が所有している落ち建物に符合してしまうと、まあ、D は本来、ね、その承継取得 の例えば要件を満たさないとしてもです、ね、この符号によって、ね、符号って原資取得なんですよ。まあ、符号という形で原資取得することになっていきます。ただその D が、まあ、ある意味、ね、その材木の所有権を得る反面、 A の方に損失が生じますから、そのような場合のためにこの次のところ、今のポッチの2個目のところですけど、248条という規定があります。添付により損失を受けた者は703条704条の不当利得の規定に従い、添付により利益を受けた者に対して賞金の支払いを請求することができる、ね。まあ、そういう状況になっているので、 A が D に対して、ね、賞金請求するって場面になってます。なので結局その後不当利得の要件を、ね、検討していくことになっていくんですね。でこれが不当利得の要件ですけど、法律上の原因がないのにあるものに損失が生じたことで別のものに受益が生じたと言える関係であれば、ね、まあ、公平の観点から損失を受けたものは受益者に対してその受益を不当利得として返還請求できると。でこれが基本知識で、あとはもう問題文の事実関係に食らいついて勝負するんですよ。でちょっと取材の趣旨見ていきましょう。もう一回これをね頭入ってることを前提に見ていきますと、結構でも深いんですよこの問題ね。11ページのね、一番最後の行、また、民法248条は703条704条の規定に従いとしていることから、で次のページね、12ページ、A の D に対する請求の具体的な内容を確定されるためには、ね、不当利得の成立要件について本文に示された事実関係に即して検討する必要があると。ただし要件を単に羅列することは求められておらず、よく受験生何でもかんでも ① ② ③ ④ とやるけど、まあ、別にそんなこと必ずしもやる必要がなくてね、まあその実質的にその要件ちゃんと、ね、出してれば大丈夫です。1時① ② ってやらなくてもね、まあ、符号に関する当てはめをする中でこれらの要件を実質的に検討することでも足りるってことね。まあ、こういう書き方慣れてない人でもいいよ、別に ① ② ③ ④ とやってもね。でもまあ慣れてくるとそういうカチカチっとした文章を書かなくても
ども、自然な文章を書けるようになってきますから。ちなみにこの符号に関する当てはめの中でこれら要件を実績に検討すれば足りるってことをね、簡単に言うとね、要はこの符号のところね、符号により材木の所有権が D に帰属したことで、A の、損失のもとに D が受益したということを説明できるんですよ。ここで不当利得の要件を説明することができるんです、ここでね。でさらに法律上の原因なくしてっていうのもまあつけてもらえれば、もう不当利得の要件を全部符号の中でね、当てはめることができていきます。でもまあこういう文章に慣れてない人は丸1丸2丸3っていうのにとりあえず規範立ててからカチカチにやってもいいと思いますね。ただその分ちょっと文章長くなっちゃうんだけどね、カチカチやっちゃうとね、何でもかんでもカチカチやる必要が、必要があるところとないところをね、見極められるようになると本当はいいと思います。民法はこれ書くことがいっぱいありますので、ここのところで仮にそれやっちゃうと他の多分設問答えられなくなっちゃうと思うんですよ。でも設問が少ないときはやっぱりやりますね、ちゃんとね。なんで、その答案全体のねバランスを見て常にその規範どこまで書くのかってことはちゃんとね、考えていきます。で今度次のところですが、さらに A が D に対して請求することができる額については AB 間の関係を考慮に入れた分析をすることも期待されると。で材木の価格は要は最初丸太150万だったんですよ、丸太がね。でその後 B が製材して材木にしてるんですけど、価値が上がって200万になってるんです。で材木丸の価格は200万であるから、材木丸の所有者である A はね、本当は丸太の所有者だったんですけどね、A は D に対して200万請求することができるはず。他方材木丸2の材料にあたる当初ね、要は A が持ってた丸太の価格は150万であるため、A が受けた損失を勘案するなら、A が D に対して請求できるね不当利得の額、償還請求の額は150万と考える余地もあるってことね。でここおそらく素直に考えたら、もともと A って150万の価値しか持ってなかったわけだからね、丸太しか持ってなかったから150万でいく方が多分現場では素直な考え方なんだと思うんですよね。ここで150いった方がね。でこのあとね、これに対してじゃあどんなD の方の反論を書かなければいけませんけど、これに対して A の賞金請求に対する D の反論として考えられるのは、例えば D が C に請負代金払ってるんですよ。ゆえにですね、その限度で D の利得は消滅したという主張ですね、あるいは法律上の原因が、あるんだと。この利得は請負契約に基づいて取得したものだから法律上の原因がある、だから不当利得の要件満たさないんだってことでね、そういうことも言えるんじゃないかと思います。というわけでね、その限度で D の利得を、消滅したという主張。ただここはね、問題すごく複雑でして、出題の趣旨のね、このしかしっていう段落見てください。ここがね、本番これ受けた方は即時取得 D に、なんかあたかもね即時取得の要件がこう満たされるような事実関係がずっと書いてあったじゃないですか。そこでD の反論として D に即時取得が成立するかどうかということを検討した人もいると思うんです。ただやはりこの動産そのものをその形のまま、要は買い受けた場合と、あとその請負工事っていう形で自分の所有する建物にこう取り付けられたっていう形度で見たときに、やっぱり即時取得っていうのはね、そのそういう符号をするような場面のところは想定してないんですよね。でも問題文にはあたかもね D が即時取得したかのようなことを検討させるようなことが出てましたよね。そこの関係がこのしかし以下のところに書かれてるんですよ。で結局ね、その不当利得の要件の検討の中でね、使うんだってことがここ読むと分かります。で見ていきます。仮に D が自分で落ちた建物のリフォーム工事をするためにね、 C から材木丸2を購入し、まだ材木丸2が落ちた建物に符合していないとすると、ほらもうこれ仮にってやっちゃってるから、この確かに仮にっていう場合だと即時取得が直接問題になる事案なんですよ。ただ本文はこの仮にの事案じゃないから即時取得が直接問題になりません。ただそれでも即時取得が仮に成立したとする場合とのバランスを考えて、法律上の原因がないっていう要件を検討しなさいっていう趣旨のことが書かれてるんですよ。この後ねもう一回いきましょうか。しかし、仮に D が自分で落ちた建物のリフォーム工事をするためにね、C から材木丸2を購入し、まだ、材木丸2がね、建物落ちた建物に符合していないとすると、 D について即時取得が成立しない限り、 D が C に材木の売買代金を支払ったとしても、 A は D に対して材木丸2の返還を請求することができるはず。確かにその通りなんですよ。符号じゃなくてね、そのまま動産として材木をね、引き渡しを受けている場合は確かに即時取得の要件を満たさないとね、持ってかれちゃうんですよ、 A の方にね。でこのような観点からすると、 A がいやすみません、 D が C に請負代金を支払っていることを理由として D の利得の消滅を認めることは適切でなく、だからここが深いんだよね。請負代金払ってんだから D としては、法律上の原因がある状態で、利得したんじゃないかって言えそうなんだけど、でもこの仮にね、即時取得、この動産をそのまま直接引き渡し受けてたんだったら、即時取得の要件を満たさない限り D はその権利を取得できないんだから、それとのちょっとバランスを考えなさいよと、そんなことを言っております。だからここはすごく深いから、現場でここまで処理できた人は多分あんまりいないと思うんだよ、ほとんどね。なんででも一応ねこういうことが書かれてるってことは押さえておいてくれればいいかなと思いますね。
まあ、D の利得の消滅を認めるのは適正でなく、むしろ D において材木周りの価値に相当するものを即時取得したと評価ね。まあ、動産そのものを取得したわけじゃないから、まあ、あくまでもこの価値に相当するものを即時取得したと評価って形でちょっと表現がぼやかされてるんだけどね。動産の占有、動産の所有権自体を取得したわけじゃないのでね、その価値に相当するものを、まあ、即時取得したと評価、することができる場合に D の利得について法律上の原因が認められると。だから単に D としては金払、お給料代金払ってるからっていう理由だけで、まあ、自分の利得が法律上の原因があるっていうその効果が導かれるんじゃなくて、まあ、このね即時取得したのと実質的に同じ要件を満たしたときに初めて、まあ、D の利得が法律上の原因があるものとして、まあ、最終的にその利得のね、帰属を D に許すことができるんじゃないか、そういう視点で書かれてるんですね。まあ、ここはでも難しいところだから、まあ、なんていうのかな、頭の体操でこうよく復習しておくといいと思うんですけど、現場でここまできちんとね、触れることができた人はそんなにいなかったんじゃないかと思います。まあ、多くの人はなんか D がね即時取得そのものすることができるかどうかって形で検討している方が多かったと思いますね。このところね、再現とはなんか見てるとね。じゃあ民法はここで終わりにしてみましょう。多分ここが一番難しいところだと思いますので、皆さんがね自分でやったときに。で今度はね民訴法いきましょう。あ、すいません、そうだ、商法だ、商法と、商法、商法はね多分この中で一番皆さんが難しいと思われるところは設問3だと思うんです。新株予約権のね行使をしたことによって募集株式発行してますけど、それの発行の効力のがね争われてるやつがありますので、設問3をいきますね。そうするとですね20ページぐらいですね、20ページ、20ページのですね、ちょっと分かりづらいんですけど、上の3分の1ぐらいのところの第3問ではっていうところですね、第3問ではっていう段落のところを見てください。20ページのね上から3分の1ぐらいのところに第3問ではってところあります。でここですけれども、これ ね元ネタとしてはすごく有名な平成24年のね非公開会社において、要は特別決議を経ずにね株式発行した場合のその効力がどうなるのかっていうことで、公開会社とほら比較されて、結局まあ非公開会社の場合は既存株主の持ち株比率の維持の利益がすごく大事だということで、まあ、公開会社の場合だったらまあ有効にしちゃうんだけど、非公開会社だったら無効にするっていうすごく有名な判例あるじゃないですか。あれの事案が結構似たような形で出てるんですよ。これね論点としてはすごく大事なんだけど、その判例の事案ね結構複雑なんですけど、それを近い形で出してきました。でちょっと見ていきましょう。第3問では、会社法上の公開会社でない会社における新株予約権の発行に関する規律を念頭に置きつつね、まあ、ここのね念頭に置きつつっていうところは、ここは皆さんちゃんと事前に押さえていかなきゃいけないところね。平成24年の最高裁のね判例がありますのでね。でその後、丸1、株主総会の決議により新株予約権の行使条件、上場条件の決定を取締役会に委任することの可否、それから仮にこのような委任ができるとした場合、当該行使条件を取締役会決議により廃止することの可否ね、を論じた上で、可視のある手続きにより発行された新株予約権の行使により発行された株式の効力、またはね行使条件に反した新株予約権行使により発行された株式の効力について、まあ、論理的にね、整合した論述を求められるってことね。でこの後ねずっといろいろ書いてあるんだけど、ここはこのまま読むよりもね私が今日作ってきたレジュメを読んだ方が分かりやすいと思いますから、こっちを見てね後で皆さん家帰ったら取材の詩見てもらえればいいと思います。ここ理解してると、22ページのところなんですけど、ここよく理解してるとね、その今の取材の詩のところさーっと頭入ってきますから、逆にここは頭入ってない人あれ読んでも分かんないからね。なんで22ページの方を見てください。まずねこれはもう受験生であれば誰しもが押さえていないといけない最初の、超重要な、まあね、知識ですけれども、これは最初のブロックのところです。22ページの一番上のところ、非公開会社における新株の発行ね、非公開会社についてはその性質上会社の支配権に関わる持ち株比率の維持に関わる既存株主の利益の保護を重視、してね、その維持に反する株式の発行は株式発行無効の訴えにより救済するというのが会社法の趣旨と解されるのであり、非公開会社において、株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式が発行された場合は、発行手続きにはね重大な法令違反があるということで、株式発行無効の訴えの無効原因になるとするね、判例がありますよね。これが超基本知識になります。でこの判例の事案が実は、その、ね、新株予約権を最初発行して、でそれが行使されたことによって、ね、出てきた株式の効力が実は争われている事案 でその元の、ね、その事案に近いような事例を今回出しております。でこの下のところをちょっと事例を分析していきます。次のブロックのところですけど、新株予約権の行使条件の設定の委任を受けた取締役会における、ね、行使条件の設定後の行使条件変更の可否と、株式発行無効の訴えの無効事由です。まあ、今の論点がどういうふうに使われるのかって話なんですよ。
で最初のところですけども、非公開会社において特別決議を経ずになされた、ね、新株発行に新株発行無効の訴えの無効事由を肯定したさっきの、ね、24年判例は、非公開会社において新株役権の行使条件を株主総会決議によらず取締役決議だけで変更して、その変更された条件により、まあ、今回、ね、上場条件というのがありますけど、により新株役権が行使されて発行された株式の効力が争われた事案のものでありました。で概要次の通りなんですけれども、非公開会社全株式が、ね、譲渡制限についている会社ですけれども、である上告人会社において経営陣の意欲や士気の高揚を目的としてストックオプション取締役のインセンティブ報酬の一種なんですけれども、それを付与するために新株役権を無償発行しました。これが今回の新株役権の発行の動機なんですよ。でこれが今回の問題とこれも一緒ですから、問題文もう一冊ありますよね、問題文の冊子、あれのですね、これ広報系民事系刑事系の順番で並んでるんですけれども、その真ん中辺ぐらいのところに民事系のパートがあります。でその民事系のパートの第2問、民事系第2問のところですね、ここのね3ページのところをご覧ください。ちょっとごめんなさいね、早くてね、今日は早口でやらないって最初に言ったんだけど、結局早口になっちゃってるんだけど、すいません、3ページのところです。この14のところね、14項のところ問題文商法の、ここのところのね上から読んでいきますと、平成25年6月、公社は将来の株式上場を目指してコンビニエンスストア市場に精通した経営コンサルタントである G とアドバイザリー契約を締結。で、その際ね、公社はこのアドバイザリー契約に基づく報酬とは別に、ここですよ、公社株式が上場した場合の成功報酬とする趣旨で G に対して新株役権を発行するということで、まあ、こんな形でね、やってるんです。で、ここ結構似てますよ、このね、判例の事案と。で、また戻ってきますね。出題主の冊子の方の22ページに戻ってきます。というわけでこのね、22ページ戻りますと、この非公開会社で経営陣の意欲や資金の高揚を目的とするストックオプション、を付与するために新株役権の無償発行をする旨の株主総会の特別決議がされました。でその決議で、新株役権の行使条件として、その行使時に取締役であることなどは定められたが、その他の、ね、行使条件については取締役会に委任、まあ、判例の事案とこの司法試験の、ね、問題の事案の違いのところは、今回新株役権の発行を受けた人が取締役じゃないという点で、まあ、ちょっと違いがあるんですけどね。ただこういう意味で上場を、ね、することを実現するための、ね、報酬とする趣旨で新株役権を発行したという点では同じになっています。で、まあ、この取締役会に委任した後の次ですけど、その委任を受けた取締役会は新株役権の行使条件として株式や店頭売買有価証券として、ね、日本証券業協会に登録された後ですね、または日本国内の証券取引所に上場された後6ヶ月が経過するまで本件新株役権を行使することができないとの条件ですね、これがいわゆる上場条件で、これは今回の問題に近い形になっていますを定めました。ところがその後、上場が困難となったことから取締役会において上場条件を撤廃する決議ね、本件変更決議をしました。これもねこの問題に似てます。そして Y 社の取締役A らが変更後の行使条件に従い新株役権を行使したところ、Y 社は、ね、A らに対し普通株式、この、ね、2万5000株を発行で、これが本件株式発行、そこで、非上告人である Y 社の監査役 X は、本件株式発行の無効の訴えを提起して、本件株式発行が無効であると主張したと。この辺の流れね、その今回新株役権の発行を受けたのが取締役じゃないという点を除いたらほとんどこの流れ一緒になってますの で、なお書きのところなんですけど、なおいいかな、22ページの直書きのところですけど、非公開会社における新株役権の募集事項は株主総会の決議で決定しなければならず、募集事項の決定は株主総会の決議で取締役会に委任することができるんですけれども、新株役権の内容及び数の上限の決定は、ね、株主総会の決議でしなければならないという会社法の規定があります。もっとも、既存株主に不利益を与えないような新株役権の債務事項の決定は、株主総会の決議で取締役会に委任でき、ね、行使条件、今回も行使条件ほら委任できるかどうかってことを争ってるでしょ、問題文の中で。そういう行使条件につきましても新株役権の債務事項として、その決定を取締役会に委任できるというふうに返されているんですね。で最高裁では行使条件の決定を取締役、株主総会の、ね、決議により、取締役会に委任できるということは特に問題とされていなくて、これが当然できることが前提に判事が展開されています。ただ司法試験の問題はここも争点にされているんですよ。もう一回問題文のところを見てもらうとね、今度4ページですね、4ページの2行目、問題文の方です。4ページの2行目、すいませんね、ちょっと早くすいませんね、4ページの2行目、ちょっと読んでいきますと、平成25年6月27日公社の株主総会において G に特に有利な条件で本件新株役権を発行する必要があると、ね、理由説明されたところ、ここですほら、 B は、募集新株役権その他の行使条件を取締役会に一任することはできないんじゃないかってこういう主張してます。なので実際判例の事案ではこれができることを前提にね、最高裁の方ではそこを争点になってなかったんですけど、この事案ではそもそもその委任することがそもそもできるのかってことが問題視されておりますので、ここを触れる必要があります。でその理由は結局ね、もともとその
内容と数の上限というのは株主総会で定めなければいけないんですけど、まあ、そこを定めた以上既存株主の思いは、ね、その以外の債務事項のところを取締役会の方に委任したとしても、まあ、既存株主の不利益はないということで基本的には委任できるというふうに一般的に返されてますので、ね、まあ、それをさらっと書いてもらえればいいと思うんですよ。ここはあまり長くやっちゃうと、ね、大事なところ書けなくなっちゃいますので、ね、まあ、そんな感じのところがさっきの、ね、もう私の基本事項の方ですけど直書きのところそういうことが書かれてますので、じゃあ今度また、ね、基本事項続きいきます。で23ページの2段落目最高裁はという段落のところですね、結論として本件株式発行に無効原因があることを肯定しました。この、ね、結論には引っ張られないでね、やっぱりこう事案が微妙に違うところがあるから、この一応判例の枠組みはちゃんと押さえた上で、あとは、ね、結論はどっちでもいいから皆さん自分で事実を評価してもらえれば。で一応ちょっと最高裁こんな感じで言ってます。無効原因肯定、判旨は大きく3つの部分から構成されておりまして、その理解を、ね、助けるために判旨に明示されていないことを補足しつつ、まあ、3つの部分を挙げると次の通りになってきます。で1、公開会社が原則として取締役決議で新株権の発行を決定できるのに対して非公開会社では株主総会決議の特別決議による決定しなければならないところね、株主総会の特別決議により新株権の行使条件の設定を委任された取締役会が新株権の行使条件を定めることはできても、ここは委任して定めることができることを前提してますけどね、その委任に基づき一度設定した行使条件については取締役会の決議でその債務を変更することはできても重要部分を変更することは許されずと、要は債務事項の決定を委任することができると同時にそれをその後ね一度決定した行使条件に関しても債務事項以外のところはやっぱり勝手に変更できないということなんですよ。まあ、入り口が一緒ならまあ出口も一緒って感じですよね。入り口と出口を一緒にするって感じです。まあ、重要部分を変更することは許されず本件変更決議のうち上場条件を撤廃した部分は、重要部分の変更として無効であり、本件新株役権の行使が当初定められた行使条件に違反するものであると判事する部分、ここの部分があります。でここのところでねその質ですね、債務事項を委任することができるっていうところと、あとその一度、その委任をして取締役会で決めたことをその取り消すってことのなんか質に違いがないのかってところね、そこの差がちょっと出せれば面白いんじゃないかと思うんですよね。例えばその上場、例えばね株主総会の方ではもともとその理由説明が司法試験の問題では理由説明がされてて、まあ、とにかくこの上場をするためにね会社の株式を上場するためにその、まあ、要は意欲を高めるために新株予約権をね、付与するんだっていう趣旨がこう言われてますけれども、まあ、そういう趣旨で新株予約権を発行したんだったらそこの行使条件を株主総会のまあ承認ないままそこを勝手にね、ないものにしてで上場してないにもかかわらず新株予約権の行使を認めるってことは若干このね趣旨に反するんじゃないかということを考えられなくもないですよね。そこなんですよね。ちょっと問題文見てみましょうか。そのどこのところの事実が大事かってところなんですけど、そうするとほら3ページの14のところでしょうね、公社株式が上場した場合の成功報酬とする趣旨で G に対して新株予約権を発行することにしました。でこのあと取締役がねちゃんと総会で、理由説明をね次のページのところでまあやってますよね、3行目ほら理由説明、その必要とする理由説明なんでとにかく会社の上場をするために新株予約権を発行するんだってことはちゃんと株主総会に伝わって、でそれに基づいてちゃんと承認されてるから、まあ、総会の意思としてはまあそういう形でやるんだったら、まあ、上場条件の細かいところは行使条件の細かいところは取締役会の方に委任してもいいんじゃないかということになるんですよ。でこういう経緯でその行使条件が定められたんだとしたらそれって結構今回の新株予約権にとってとても大事なところになりますよね。それにもかかわらず株主総会の承認を得ずにですねその行使条件のところを切ってしまって、まあ、無条件で結局その期間内であればね新株予約権を行使できるようなことになったらもう全くこの株主総会でさ承認した意味がなくなっちゃうじゃないですか。株主総会でこういう趣旨で上場条件承認してるわけですからね。なのでここのところなんですよ。だから委任は債務事項としてできるんだけどでもそれを勝手に総会の承認決議なしに取り消すことはできないっていうここのズレのところだよね。ここのところをこの辺の事実のところを認定したいんだと思うんですよ。認定させたいんだと思うんですよ。この辺のところがね。でこの後次行きましょうか。私のまたレジュメの方戻ってきます。今度23ページの真ん中辺のカッコ丸に非公開会社っていう段落ね、カッコ丸に非公開会社においてっていう段落ですけど、カッコ丸に非公開会社においては株主総会の特別決議を経ないまま株主割り当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合、株主割り当て以外の株式発行に原則としてね、株主総会の特別決議が要求され、新株発行無効の訴えの提訴期間が公開会社の場合と比べて長いなどの、非公開会社の性質上、会社の支配権に関わる持ち株比率の維持に関わる既存株主の利益を重視、その発行手続きに重大な法令違反があり、新株発行無効の訴えの無効原因となるとのね、一般論を示しました。でここは受験生が全員知ってんの。この丸2のところは要は非公開会社で特別決議を経ずに募集株式発行した場合のその発行のね効力、ここのところはもうみんな論証パターン集とかああいうにも書いてあるから知ってるんですよ。でこの後丸3、
非公開会社において株主割れて以外の方法により発行した新株役権についてはですね、株主総会、株主総会の委任を受けた取締役会で付された新株役権の重要な内容を構成する行使条件に違反してなされた新株役権の行使により新株が発行されると、既存株主の、持ち株比率がその意思に反して影響を受ける点で、株主総会決議がないまま新株が発行されたので、異ならないんだということで、これで、無効の訴えの無効原因になるということを言ってるんですよね。なんでこの辺の判断枠組みを踏まえて、この問題解けるかどうかって話なんですよ。でちゃんとさっき喋ったような事実関係にきちんと着目することが大事になってますね。ちなみに24ページご覧ください。次のページ、この24年の当てはめの部分ね、ここが今回の司法試験の問題の当てはめに参考にできると思うんですよね。ただ事案もちょっと違うからね、そこを踏まえて考えなければいけませんけど、ちょっと見てみましょう。平成24年判例の当てはめの部分の判事です。平成24年判例は前期判断枠組みを前提に次の通り当てはめをして、本件新株発行に新株発行無効の訴えの無効原因があることを肯定しました。でこれ、上場条件は本件総会決議による委任を受けた取締役会の決議に基づき、本件総会決議の趣旨に沿って定められた行使条件であるから、このやっぱ趣旨をね、ちゃんとこのどういう経緯で、そういう行使条件が定められたのかちゃんと着目しなければいけませんね。行使条件であるから、株主総会によって付された行使条件であると見ることができる。また本件新株予約権が経営陣の意欲や士気の高揚を目的として発行されたことからすると、上場条件はその目的を実現するための動機づけとなるもので、その新株予約権の重要な内容構成だから、上場条件に反する本件新株予約権の行使による本件株式発行には、要は無効原因、つまり重大な、法令違反、新株発行の手続きに、重大な、瑕疵があるんだということで無効原因があるという評価が、されておりますね。でちょっと問題文見てほしいんですけど、着目すべき事実はね、まずね、結局上場はできなかったんですけど、16項のところ見てください。4ページ問題文の16項、上場はできなくなったんだけど、この新株予約権の付与を受けた、G さんのおかげで会社の、業績は上がってるんですよ。それが書かれてます、16項のところ。その後 G は上記のアドバイザリー契約に基づき後者にさまざまな施策を提言で、 G のアドバイスにより製造した低カロリーのヨーグルトが好評を博するなど、後者の業績は向上なんですよ。なんで上場はできなかったんだけど、会社の業績が上がってるから新株予約権を行使してもいいんじゃないか、そういう反対利益がまず出てくるんだよね。ただしこれをそのまま使っちゃいけなくてね、一方でその前のページ戻るんですけれども、また14項のところ、結局ほらアドバイスしてくれたおかげでね、 G のアドバイスのおかげで会社の業績上がってるんだけど、でもこの14項の2行目の終わりの方、その際後者はこのアドバイザリー契約に基づく報酬だから、アドバイスすることに関してはちゃんと別にその契約結んで報酬やってるんですよ。でそれとは別に新株予約権をね、上場条件としてやってますから、確かにその G さんのアドバイスによって後者の業績上がってるんだけれども、ただそれはあくまでもそのアドバイザリー契約に基づいてやったことの報酬支払ったところでも全て清算されてんだからね、やはりその新株予約権のところってのはやっぱり上場しなければ行使できないはずなんだというふうに強調していくと、当然ここのところがね、重大な新株予約権の内容の重大な変更っていうことになっちゃって、でそれにね、基づいて発行された株式っていうのも結局はその新株の発行に、重大な瑕疵があるってことで、無効原因になってくるんじゃないかと、そういうふうに考えることもできるんじゃないかと思いますね。というわけで、事実に着目する、判例をちゃんと押さえておいて事実に着目するってところが大事だと思います。で結論はね、どっちでもいいと思うんですよ。ちゃんとその必要な事実を拾ってね、最終的に自分のその結論を説得的にかけたかどうかってところが大事ですのでね、そういうところを気をつけてください。じゃあ今度民訴いきますね。民訴はね、多分皆さんが一番自分でやってて難しいと思うのは平成18年の最高裁の予備的反訴のやつなんじゃないかと思うんです。ですので今日はちょっとそこのところをやっていこうと思いますね。予備的反訴ね。でそうすると、25ページから民訴のやつが始まってますけれども、26ページの、この2段落目、設問3話っていう段落のところです。ここのところです。でここはすごく大事なところなんですよね。今後、特に、この総裁の公弁の提出と二重起訴の、停職の問題とかいろいろ大事なところが含まれているところですので、今後も、事例を変えていろいろ出てくる可能性があるところですので、設問3話をちょっとやっていきましょう。でざっとまず、読んでから私の基本知識、知識のところを確認していきますので、設問3は X が Y に対して提起した上記損害賠償請求事件にかかる第一審判決、その内容は Y の総裁の公弁が認められ、 X の本訴請求が棄却されたものが確定した後に、新たに Y が、違うか、設問3じゃない、すみません、設問1だ。18年の予備的反訴は設問1でした、失礼いたしました。もう一回、やり直します。この3段落目、設問1話という段落ですね、設問1話という段落、
でこのところですけども、 X が Y に対して提起した上記損害賠償請求事件本訴で、 Y が X に対して反訴を提起した場合において、反訴で訴求されている債権を自動債権とする総裁の公弁を本訴において提出することの適法性を検討ね求めてるってことね。これはあの論点としてはすごくね、あの民事訴訟法では大事な論点のところになってますよね。でその検討にあたっては、重複起訴を禁止する民訴法142条の、ね、趣旨は、別訴で訴求されている債権を自動債権とする総裁の公弁を本訴において提出する場合にも妥当するとした、このほらもう有名な判例、あの受験生だったらちゃんと事前に押さえておかなきゃいけない平成3年の、ね、最高裁判決ですね、と、反訴で訴求されている債権は自動債権とする総裁の公弁を本訴において提出する場合は重複起訴の問題は生じないとした判例ね、これ18年判決、こっちもまあ結構大事な判例ですからね、この両方の判例はちゃんと事前に押さえておかないといけない判例です。で今回ちょっと難しいのは、その相互関係を正しく理解していることが、まあ、必要と書かれてますけど、ここのところがちゃんと理解されているのかということを試す問題が出てますので、まあ、この平成3年判決と18年判決ともに独立してみたときはともに重要判例なんだけどね、その関係まであのこう意識できたかどうかということを聞いてますね。で、ちょっと具体的に言いますとね、まあ、問題点、全部で、ね、大きく言うと2点あるんですけれども、まず第一に、より具体的に言うと第一に、反訴で訴求されている債権を自動債権とする総裁の公弁を本訴において提出すると、訴えの変更の手続きを経由せずすでに提起されていた反訴が、ね、予備的反訴として扱われていきます。これが、ね、18年判決の考え方で、平成3年判決は、重複起訴の禁止を定める民訴法142の、ね、趣旨を類推する主な根拠を、たとえ、ね、本訴と別訴とか併合審理されていたとしても、基本力の矛盾抵触の恐れがあることに求めているところ、18年判決要は予備的反訴として取り扱うと、なぜ矛盾抵触の恐れがなくなるのかということをまず説明していくことになってきますね。まあ、確かにあの平成3年判決のちょっとね話をすれば、まあ、例えばその別訴で訴求されている債権をね、あの本訴の方で自動債権で提出する場合に、その本訴と別訴の方が、まあ、弁論併合されているんであれば、まあ、統一的な判断が同じ裁判所によってされるはずですから、矛盾判決のね恐れがないゆえに、そういう総裁の公弁の主張というのが許されるんじゃないかとも思うんですよ。ところが、その通常のね本訴と反訴っていうのは、あの併合形態、民事訴訟法のねちょっとテクニックタームで言うと、その併合形態は単純併合なんですよ。で単純併合っていうのは弁論の分離をした上で、さらにその一部判決をもともとすることができるような併合形態ですから、そういう意味でね、まあ、弁論が併合されていたんだとしても矛盾抵触の恐れがあるんだってことを指摘しております。で現にこの事件、あのね控訴審で弁論分離されて別々に判決出てるんですよ。この平成3年判決ね、現に本当に分離しちゃってんだよね。なんで、そういう意味で矛盾判決の恐れがあるんです。それに対して平成18年判決のようにですね、その本訴と別訴を、予備的反訴という形で捉えるんだとするとですね、その併合形態が要は、単純併合ではなくて予備的併合になるとね、その予備的併合の審判ルールとしまして、弁論の分離いや一部判決、それが禁じられるんです。ゆえに予備的反訴として扱うことによって、必ず同じ裁判所が別訴とね、あの本訴とその反訴の判断をすることになりますので、ゆえにね、あのその矛盾抵触の恐れがなくなるんですよね。だからまずこの第一点のところはそこなんです。要はその予備的併合だっていうところを着目してね、その弁論の分離や一部判決が禁止されてるんだってところを指摘できれば、まあ、なんとか最低限合格等になるんじゃないかと思うんですよね。というわけでここで必要な基本的知識としては、まあ、その民事訴訟法をちゃんと本を読んで勉強していくとね、その、まあ、例えば複数請求っていう項目があります。でその時に多数当事者、いやあの当事者が複数いるような、その多数当事者訴訟じゃなくて、当事者は原告と被告一人ずつなんだけど、その時に訴訟物が複数あるような、その請求の客観的複数のところ、あそこにね全部併合形態ちゃんと書いてあるから、単純併合、予備的併合とかね。で特にその併合形態の中の審判ルール、そこのところはちゃんと分かってればこのところ解けますからね。で今度第2のところ、今の続きのところね、途中のところだけどね、第2にってちょっと太字にしてます。第2に平成3年判決ね、ちょっと太字になってるけどね、第2に平成3年判決は総裁の担保的機能、という利益とね、反対債権について債務名義を取得するという利益と二重に享受することを許さない趣旨と解されるが、18年判決の考え方でなぜね利益を享受する結果にならないのか、まあ、要は平成3年判決でね、まあ、要は別訴で提起している債権をね本訴で自動債権にすることができないということを言ってるのは、それっていうのは総裁を主張する人に対して二重の利益を与えるんだと、でもそれが不当なんだ、だから許されないんだと。ところが平成18年判決のように予備的反訴というふうに処理をすればね、その総裁を主張する人には別に二重の利益を与えるわけにならないからだ、だからそういう主張が許されるんだと、そういう趣旨のことを言っています。というわけでこれがね大雑把な内容で、これをちょっと確認していきましょう。27ページ、まあ、このちょっとね基本知識のところ、
ここのところが事前に頭に入ってないといけない、いけないのかなと思うんですよね、今の話を理解するのにね。でこう見ていきますと、27ページの、説問1に関する基本知識のところですけど、訴訟継続中に当該訴訟で訴求している債権を別訴において総裁の抗弁に供することの可否が問題となります。この点ね、判決理由中で示される総裁の抗弁の判断には規範力が生ずることから114条2項、ここでも矛盾判決を防止するという二重起訴の禁止の趣旨が妥当で、総裁の主張は許されないと一般的には公開されてますよね。でこの次のこの図の下のところですけど、142条が直接適用されるのは同一の請求につき、前訴と誤訴が訴えの、ね、形式で提起されている場面ですので、上記事例には142条の直接は適用はされません。ただ最も、ね、矛盾判決の防止という趣旨が妥当しますので、まあ、結局はその総裁の抗弁が、ね、主張することができないということになってきます。これが平成3年判決です。でまたこれが弁論の併合の話で、第一の問題点の話なんですよ。このまた、この判例は前訴と誤訴が単純併合されている場合でもこの結論は異らないとしております。判詞では理由を述べてないんですけど、両事件が併合審理された場合についても同様としているのは、併合形態が単純併合である場合は併合審理されている事件が判決期日までねにですね、弁論の分離がなされ別々に判決が言い渡される可能性があることを考慮しているのではないかと考えられます。なおね、本件は本訴と別訴が控訴審で併合審理され、控訴審の段階で総裁の抗弁が主張されたんですけど、実際ね弁論が分離されてるんですよこれね。なんでそういうね総裁の抗弁の主張ができないということになってます。でこのあとね、一番下のところですけど、平成3年判決の趣旨は、ほらさっき出題の趣旨にあった二重の利益っていう話なんだけど、ここです。平成3年判決の趣旨は矛盾判決の防止という観点のほかに、被告の立場を基準に考えるとね、総裁による簡易迅速かつ、ね、確実な債権回収への期待と、本訴で総裁に供した児童債権について別訴で債務名義を得るという2つの利益を、児童債権の、ね、債権者である本訴被告に享受させることは許されない趣旨も含まれているというふうに返されています。まあ、判詞には明示されてないんだけどね、まあ、こういう二重の利益を与えることもやっぱり不合理なんだということで、そういうことを理由に、ね、総裁の抗弁の主張ができないというふうに考えられています。で今度次のページ28ページのところですけども、本訴と反訴が訴訟を継続しているときに、これは予備的反訴の話なんですけど、本訴と反訴が訴訟を継続しているときに、本訴被告、まあ、各反訴原告が本訴においてね、反訴請求債権を児童債権として本訴請求債権と総裁をする主張を、ね、した場合、反訴請求は当該総裁が認められた場合はね、その部分につき反訴請求しないとの予備的反訴に変更をされたものとして、総裁の主張は142条に違反しないんだと、まあ、これ結論ね、この18年判決で、これはこれどういうふうにその平成3年判決との関係で理解するべきなのかって話なんですよ。平成3年判決は総裁の主張ができないと言ってるのにもかかわらず、18年判決は総裁の主張ができるって言ってるから、なんか矛盾するようなんだけど、そこをどう説明するかね。でこの図の下のところを見てください。反訴が、まずねこれ第一の問題点にもなるんですけど、反訴が本訴請求が、排斥されることをね開示条件として提起された場合における、当該反訴は予備的反訴と呼ばれています、まあ、別にこれ定義覚えてなくてもいいけどね。この後、予備的反訴は併合形態が、予備的併合となるため、弁論の分離は一部判決ができないところね。なんでここがまず第一の問題点ね、これが平成3年判決との違いなんですよ。平成3年判決は単純併合ですから、弁論の分離は一部判決がされる可能性があるような、状態でしたのでね、まあ、矛盾判決の防止の観点から総裁の主張ができないというふうになってましたけども、平成18年判決の方は、まあ、予備的反訴ということで、併合形態が、ね、予備的併合になるゆえにですね、弁論 の、ね、その分離ですとか一部判決ができないゆえに矛盾判決の恐れがないんです。これが総裁の抗弁を主張することの強要性なんだと思うんですよね。総裁の主張を認めることの強要性なんだと思うんです。あともう一つね、次のところ、最後のところ、なおというところです。反訴請求が訴えの変更143条の手続きを経ずに予備的反訴に変更されることについては、審判対象の設定を当事者に委ねるべきとする処分権主義の建前に違反する問題が別途生ずるんですけれども、18年判決はね、上記の訴えの変更は本訴反訴を通じた審判の対象に変更生ずるものではなく、反訴被告の利益を損なうものでもないから、書面によることを要せずね、被告の同意、反訴被告の同意も要しないで、処分権主義に反しないということを言ってます。でここで、まあ、このところはあんまり大事じゃないんだけどね、その今利益、反訴被告の利益がどうのこうのって言ったんだけど、そこに近いような話がちょっと自然に趣旨に出てるんですよ。その利益ってのは何なのか、でそれがね、ちょっとすみません、ページが29ページですね。最終的にその二重の利益を得ることにならないから、そのね、総裁の主張ができるんだって方に持っていきたいんですけど、259ページの一番下のところを見てください。一番下のポッチンとこね、本訴被告が、本訴において反訴請求債権を児童債権として総裁の抗弁を主張したところ、裁判所が総裁の抗弁を認めた場合ね、その認められた部分については反訴請求しないものとして取り扱われるため、本訴被告に対して反訴請求債権につき債務名義を与えると同時に、そのね、同一の債権について本訴において総裁の担保的機能という利益を与えることにはならないってことね。要は予備的反訴の定義からね、要はその総裁の方を主張、総裁の抗弁を主張した人に対してですね、例えばその反訴のところ、この図をね、28ページの図をちょっと使って説明すると、この
本訴被告かっこ反訴原告の、この反訴請求が予備的反訴として取り扱われることはどういうことなのかというとね、その本訴被告に対して二重の利益を与えるのかということを実質的に考えていくんですけれども、結局この本訴の方で丸三、ね、これこの総裁が認められるとその限度で反訴請求していないことになりますので、反訴請求に関してまず債務名義求められなくなっちゃうんですよ。その債務名義を得ることができなくなってしまうんですよね。なので、そういう意味で、この丸三の、ね、債権に関して総裁の担保的機能の利益を確保した被告は、本訴被告の方は結局債務名義を別に取得するわけじゃないから、二重の利益を得るわけじゃないからね、だから、まあ、そういう、ね、総裁の主張が許されるんだって話をしてます。というわけで話に戻しますと、出題の趣旨では今回 の、ね、その18年判決どの程度理解できているのかということに関して2つの視点を出しています。まず1つはその142条の、ね、趣旨、つまりその矛盾判決の恐れがあるのかどうかって話なんですよ。でそれは先ほど言った通り単純併合と予備的併合の違いっていうところに着目して説明することができると思います。あともう1つ、出題の趣旨のところに書かれていた第2の、ね、問題点ですけれども、それはまあ二重の利益を得ることがあるのかないのかって話なんですが、けれども平成3年判決は二重の利益が得るのが不当だってことで、その総裁の主張は許してません。でも平成18年判決のように予備的反訴というふうに捉えていくと、今言ったような説明、今言ったようなことが理由で二重の利益得ないから、だから総裁の主張をすることもまあ不合理じゃないから許されるっていうね、そういう2点のことを聞いてますので、というわけでいいかな。こんな感じの話なんですよね、このところはね。じゃあ今度、刑法いきましょう。 でもあれだな、意外と早く、でもそうでもないか、5時半までなんであと25分ですね。やっぱこれぐらいのペースでやらないといけないんだ。一瞬なんか余裕があるんじゃないかと思ったんだけど、やっぱりこのペースでちょうどいいんだね、やっぱり。じゃあ刑法いきます。刑法はね、これはどうしようかな、したら30、まあ、今のレジュメの、ね、35ページのところ、刑法の基本知識の確認から先にいっちゃおう、ちょっと深く やるためにね。基本知識の確認、ここなんですけれども、このね35ページの一番上、刑法の基本知識の確認、これ本文の事案なんですけど、カバンを盗まれたと誤解した甲がね、自分のカバンをまあ駅で盗まれたと誤解した甲が C から C が持っていたカバンを引っ張ってね、取り上げたはずみで C に手をつかせて狩りを1週間の障害を負わせた行為、これのね在籍をちょっと検討するところ今日やろうと思ってるんですね。まあ実際 C はね自分のカバン持ってたんですけど、まあ甲がね、まあその自分のカバンと見間違っちゃってね、それでこう奪い取って C に怪我をさせてしまいました。でまずね、この点、この下のところ、なお書きのところですけども、甲は C から取り上げたカバンが事故の所有物と思っていたため、まずね、甲に窃盗とか強盗の行為がないんですよ。まあ、強盗ってここに明文では明示で書いてないけどね、仮にこの取り上げた行為がその暴行の手段としてね、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度の暴行だって評価されるんであれば、窃盗じゃなくて強盗になっちゃうと思うんですよ。でしかもそれで怪我してるから強盗致傷になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、いずれにしろ窃盗とか強盗の行為がないんです。自分のものを他に取り返す意図しかないから、他人の意思に反して他人の、ね、財物の占有を奪うという意図がないから、だからね、この点がね、あの事実の錯誤と違うところなの。出題の趣旨にね、その犯罪の故意の話とあの事実の錯誤のところをちゃんと区別するようにってことが書かれてるから、ね、で事実の錯誤っていうのは本来行為者があの犯罪事実をちゃんと認識していることが前提なのね。まあ、その行為者が認識した犯罪事実と実際に客観的に発生した犯罪事実とに食い違いがあるときに、まあ事実の錯誤の問題になってくるんですけど、今回みたいに当初から行為者が犯罪の認識がないようなときっていうのは事実の錯誤になっていかないんですよ。なんでこの点、窃盗と少なくても強盗の部分に関しては事実の錯誤ありませんから。ただこう相手の、ね、持ってるカバン引っ張り上げて、まあ、こう怪我させてしまったっていうところ、そこには故意がありますから、まあ、そこは通常に、ね、その故意犯の成立が可能になってきます。というわけで、ここね、窃盗とか強盗のところでも捉えて事実の錯誤の問題にしないように気をつけておいてください。で先にね、今日基本知識確認した後にその出題の趣旨のところ読んでいきますね。そうするとね、スーッと入ってくると思います。でここ次のところです。正当防衛における侵害の急迫性、本件はね、あの結局この江さん、まあ、自分のカバンがまさに盗まれてると思ったからそれ取り返そうと思ってるから、まあ客観的には、あの客観的とか主観的には正当防衛の話になってくるんだと思うんですよね。ただ客観的には急迫性の侵害がないから、まあ例えばその護送防衛の問題とか、あるいは侵害が終了した後にね、その取り返し行為をやったってことになると、まあ自給行為、要は護送自給行為ね、客観的には自給行為じゃないんだけど、まああの主観的には自給行為の意思でやってるから、まあ護送自給行為の問題になりうるんですけれども、まあそういうところの話をね、正確に理解するために、まずこの急迫性の定義をね、ちゃんと押さえておかないといけないんです。要はこれが今回ね、護送防衛の事案になるのか、それとも護送避難、護送自給行為の事案になるのかっていうのは、この急迫性の解釈次第なんですよ。なのでここすごく大事ですから。でこう見ていきますとね、
正当防衛における侵害の旧悪性とは法益侵害の危険が現に存在するか切迫していることを言います。でこの次のところ、過去の侵害行為に対する正当防衛は許されずね、侵害がすでに終了したときはもはや旧悪性は認められません。過去の侵害に対してはね、自給行為が成立する余地があるだけなんです。でこの次、なおここがね結構意外と本調べたらね結構いろんな基本書に書いてあったんですよ。なお侵害行為が犯罪として既遂に至っていても、侵害行為が現に継続している限り旧悪性は当然に認められると返されていると。だから犯罪が既遂に至ってもですね、その窃盗の既遂時期と旧悪性の終了時期っていうのはちょっと違いがあるんだってことなんですよね。要はでこれが出題の主に書いてあったから、ここのところがね。で、侵害行為が窃盗行為の場合で言えば、窃盗者が物を取り戻される恐れがなくなるなど、最終的に物を確保して実質的に既遂に達したといえる時点の前であればね、形式的に、窃盗が既遂となった後であっても旧悪性が肯定されると説明されることもあります。でここちょっと、ね、頭を柔らかくして考えてもらいたいんですけど、既遂時期にね実質的な既遂と形式的な既遂があるなんてことをあまり深いこと考えずにそれを覚えようとするとね、すごく混乱のもとなんですよ。やっぱ既遂は既遂の時期であらかじめ絶対に決まってるはずなんだよね。未遂との区別をするのにすごく大事な要件になりますからね。で今回でもその窃盗の終了時期とその正当防衛の成立要件の一つである旧悪性の、ね終了時期とに食い違いがあるんだってことを なんとかね学者の先生はそこを説明したい、皆さんにこう伝えたいとこう思って努力をするんだけど、それをやるためにねこの言葉を使ってるんですよ。その実質的な既遂時期と形式的な既遂時期ね。なんで、その説明するためにただ使ってるってことだけ押さえてね、これをあんまりこう乱用しないようには気をつけてください。でね、ここまで読んだらちょっと途中のところまで読めるから一回出題の趣旨を見ていきましょうか。今の冊子のちょっと何ページか前のところですけれども、31ページぐらいですかね。河野在籍がね30ページからずっと書かれてるんですけれども、31ページのところですね、この真ん中辺、次にっていう段落見つけられますか。31ページの、ね、3段落目4段落目ぐらい、次にっていう段落ね、次に甲が C のカバンを甲のカバンと誤解している点をどのように考えるかを検討する必要があると。でそして C のカバンを甲のカバンと誤解しているその、ね、甲の認識は他人の財物性に関わる問題であること、すなわち構成要件該当事実の認識の問題であることを的確に把握することが求められるということになってます。心のところね、甲のカバンと誤解、要は事実の錯誤じゃないんだよね、ここね。自分の要はその窃盗とか強盗に関しては故意がない、で、違法性阻却事由に関する錯誤の問題ではありません。そして、窃盗罪、あるいは、ね、強盗罪における他人の財物、甲のカバンに関して言えば他人の占有する自己の財物の概念をいかに解釈すべきかについてはね、これらの罪の保護法益との関係で、趣旨の、ね、考え方があり得るところなんですけど、窃盗罪あるいは強盗罪の保護法益に関する自らの考え方を端的に論じ、各自の保護法益論との関係で甲の認識が窃盗ないし強盗の行為の成否にどのように影響するのかを論じなければならないと。で結論として、やっぱり他人性ね、その財物の他人性ってところが認識ないんであれば、やっぱり他人の財物をねその意思に反して奪うという窃盗罪とか強盗罪の本質から考えたら、やっぱり行為を認めることはできないんじゃないかと思うんですよね。ですので、その窃盗罪とか強盗罪っていうのがそもそもどういう罪なのかっていうところに立ち返って考えたときにですね、やはりそのもともとその領罪っていうのは他人のね財物をその人の意思に反して占有奪うっていうところに本質がありますから、他人の財物性のところを認識がなかったらもうその犯罪の故意がないという形で、もう構成要件該当性すらも認められないという形で処理していくのが通常なんじゃないかと、ね、思いますね。一つの考え方ね、刑法ってでも皆さん結構いろんな本で勉強してるからさ、私がここで喋ってる考え以外の、考えをお持ちの方もいるかと思うんですけど、一応一般的な話としてこういう話を、ね、しております。でこの後のところですけれども、またC に怪我を負わせた点については構成要件の問題として傷害罪成立ね。ここのところはさ錯誤ないんですよ。もうカバン引っ張ってるから暴行の行為があるから、でその結果相手が転倒してね怪我しちゃったんだったら、暴行の行為があったとしてもほら傷害の結果生じたら傷害罪って暴行罪の結果的過重犯としての性質も含まれてますから、当然傷害罪の構成要件当たってきますからね。でもちろん暴行の行為さえあれば結果的過重犯って過重結果に対する行為はもともと不要な犯罪ですから、暴行の行為さえあればもう傷害罪の構成要件のね、該当性の行為も認められますのでね、そこのところは簡単に、傷害罪の構成要件該当性認めていけばいいんじゃないかと思います。でこの次のところですけれども、傷害罪については窃盗罪の場合と異なり暴行の認識に欠けるところはないが、甲はね、甲のカバンを C が盗んだと認識していることから、このように認識している点が傷害罪の成否にどのように影響をするのかをね論ずる必要があるということになってます。でこの後いろいろとね、書いてあるんですけれども、下から 1,2,3,4,5,6,7 行目の終わりの方ですね、甲の意図はって書いてある、ちょっと太字にして線引いてあるところあります。下から7行目のところ、甲の意図は甲のカバンの取り返しであるから、仮に甲の認識通りの事態があった場合、甲の行為が正当化されるかどうかを検討する必要があると。要は
本人は正当防衛あるいはあの護送避難のね、あ、すいません、あの自給行為のつもりでやってるんですけど、客観的にはあの自分のカバンが奪われたわけじゃないからね、まあ、護送防衛あるいは、護送自給行為になっちゃうんですけど、そこのところの検討を、ね、してくださいって話なんですよ。で、一般的にあの護送防衛っていうのはね、あの確かに客観面としては脅迫性の侵害がありませんから、正当防衛の成立要件の一つ、ね、の脅迫性の侵害各ゆえに、正当防衛成立しない、結果違法性阻却されませんよね。でも、例えばその侵害を護送している人っていうのは自分の行為が許されていると思ってそれをやってるわけですから、まあ、どうもある意味ね、その責任非難貸し得ないんじゃないかってことで、一般的にはその責任行為を阻却するような方向で、こう考えていくことになりますよね。で、その責任行為が阻却されることを検討するっていうことを、この正当化されるかどうかを検討するって形のあの文章にね、して書いてあるんじゃないかと思うんですよね。この下から5行目ぐらいのところね。で、ここのところです。で、これが肯定されれば違法性阻却時に関する事実を認識していたことになるし、否定されればね、その認識は違法性阻却時に関する事実を認識していたということに他ならないというふうになってますね。そして、本件では問題となる違法性阻却時は正当防衛ないし自給行為であるところね、ここがね、要はその脅迫性の終了時期と窃盗の既遂時期との違いなんだよね。正当防衛ないし自給行為であるところ、そのいずれであるかは甲の認識通りの事態、すなわち C が甲のカバンを、駅待合室から持ち去ったというね、事態が存在すると仮定した場合に、その事態がね、脅迫性の侵害に当たるかどうかという点を検討することになってきます。で、そして脅迫性に関してはね、窃盗罪の既遂時期との関係を意識する必要があると。すなわち本件において C が駅待合室にあった甲のカバンを持ち去ったと仮定した場合に、 C は駅待合室を出て駅改札口を通過するところであったから、窃盗はね、これ客観的にはもう窃盗既遂に至ってるから、そこはもうあの認定してね、窃盗は既遂に至っていると考えられるが、ただ窃盗の既遂時期と侵害の終了、あのね、侵害の脅迫性の終了時期はさっき説明した通り必ずしもほら一致しないわけですよ。定義が違うでしょ。だからそこを意識して脅迫性の有無を論ずることが期待されてきます。で、その結果、まあ、脅迫性を肯定した場合は、まあ、護送防衛の問題になってきます。あの客観的にね、脅迫性の侵害がない以外は全部あの要件満たしていることになってますのでね、その脅迫性の侵害を護送しているということになりますので、護送防衛の問題で、脅迫性を否定したときは、まあ、脅迫性の侵害を護送しようがありませんので、まあ、侵害終了後の、まあ、取り返し行為ということで自給行為ね、ただ客観的にはね、自給行為にはなりませんので、護送自給行為ということになってくるって話ね。で、これら問題として処理する場合は、違法性阻却事由に関する錯誤の刑法上の位置づけについての論拠を示して、論ずることになってきます。具体的には故意責任が認められる理由を示し、護送防衛ないし護送自給行為が、故意責任にどのような影響を、ね、するのかを論ずるところということね。で、ここはさっき言った通り、ほら、あの違法性阻却事由は自分の行為が許されていると思って行為を出た人、行為に出た人っていうのは、まあ、自分の行為が許されていると思っているわけですから、責任非難貸し得ませんよね。責任を貸し得ませんよね。故に責任行為が阻却されるって考えられてるんですけども、まあ、そういう話を、しておけばいいんじゃないかと思いますね。で、この後ね、その上で、その上でってとこね、続きのとこ、その上で、甲の認識していた時期が正当防衛自給行為になるかを要件に該当するかを個別具体的に検討する必要があるということになってますね。特に甲の行為が、過剰性を有する場合は、護送過剰防衛、あるいはね、護送過剰自給行為となることから、まあ、そのね、行為の相当性、必要性等をね、具体的な事実を挙げて検討しなさいってことを言ってますね。で、もう一回、ちょっと基本知識のとこ戻っていきましょう。35ページのところです。35ページのね、一番最後 あのブロックのところです。その上のところはさっきね、説明しましたので、一番最後のブロックのところです。違法性阻却時に関する事実の錯誤というところですね。護送防衛のように行為者が正当防衛の脅迫性の侵害の要件を誤認、誤信する場合がね、典型的です。他にもね、違法性阻却時の要件に該当する事実の錯誤、違法性阻却時の錯誤がある場合は、行為者は構成要件に該当する事実を認識しており、構成要件的行為が認められる上にね、まあ、違法性阻却時満たされませんから、まあ、違法性阻却時がないので違法性阻却されませんけど、事故の行為のね、違法性が阻却されてそれが許されると誤信、して行為に出ているため、まあ、行為非難かし得ず責任行為が阻却ということで、まあ、行為犯は成立しないということになってますね。ただし、その誤信、あの脅迫性の侵害に関して誤信したことにね、その過失があれば別途過失犯の成立の余地があるというふうに言われてますけど、基本的に行為犯はもう成立しないことになってきます。で、今度次のページです。36ページ、正当防衛の成立要件のうち、防衛の意思はあるが、脅迫性の侵害の存在を誤信し、防衛手段の必要性、相当性を満たさずね、防衛手段としての過剰性がある場合を護送過剰防衛というんですけれども、まあ、もし仮に皆さんがあの問題文の、ね、事実関係を見て、まあ、どうも過剰性があるなと、まあ、カバンを引っ張って、引っ張る行為がね、どうもその今回の護送した脅迫性の侵害に対する防衛手段としては行き過ぎてるなというふうに、もし皆さんが判断するんであれば、まあ、護送防衛ではなくて護送過剰防衛の、ね、問題に発展していきますのでね。でちなみに、まあ、これをね、要は結局窃盗
等が既遂に至っているということはもう間違いないんですよ、この事案ね。でそれが同時に、まあ、巨額性の侵害が、要は誤送された巨額性の侵害が終了したと言えるかというところの話をどう捉えるかなんですけれども、まあ、おそらく再現等話なんかを見ると多くの人、まあ、少なくない人がですね、窃盗が既遂に至っていることを理由にね、まあ、もう過去の侵害に対するあの防衛行為ということで、その自給行為としてあのどうも処理している誤送ね、自給行為として処理している人が多かったんですが、ただ先ほど言った通りね、あのその巨額性の侵害の終了時期っていうのは、あの窃盗の既遂時期とはまた異なる観点から、あの、ね、その結局正当防衛の趣旨から、あの巨額性の侵害の要件って決められてるんですよ。要は緊急行為において、まあね、その防衛行為っていうのが正当化されるっていうね、正当防衛のまあ趣旨から言ってますから、必ずしも一致してるわけじゃないんですよね。でここが結論、これどっちがいいのかって話なんだけど、自給行為のね、あの要件を学者の先生の本でこう確認しようとするとほとんど書いてないんですよ。例えばあの有名な山口先生なんかは、まあ、その自給行為という項目はあるけど要件明示してないし、あと他の先生も自給行為の項目はあるものの、要件ね、ただあの ① ② ③ ってあの要素が羅列されてるだけで、その理由とかがあんまり書いてないんですよね。というと学者の先生って多分ね、あんまり自給、まあ、自給行為って通説的にはね、あのそれがそういう概念が肯定されるってことは一般的に承認されてる上に、まあ、最高裁の判例でも結論としては自給行為を理由に違法性阻却した判例ありませんけど、まあ、一般論としては自給行為っていう概念をね、承認してるじゃないですか。まあ、そういう観点からすると自給行為もありえなくないのかと思うんだけど、ただ学者の先生がやっぱりあんまり要件のことしっかり書いてないから、まあ、意外とそのね、ここのところ自給行為構成で書かせることは想定してなかったのかもしれないですよね。てかどっちかというとあのまだ窃盗は既遂に至ってるんだけれども、窃盗性の侵害は終了してないということで、あの誤送防衛の、ね、構成で書かせるのが多分筋だったんじゃないかと思うんですよね。で結果的に答案見たら、皆さんの答案見たら自給行為で書いてる人が多かったから、それで取材の趣旨に触れた可能性もあるんじゃないかと思います。まあ、あるいはね、もちろんね、もともと皆さんが窃盗の既遂時期と窃盗性の侵害の終了時期が違うってことをちゃんともう抑えてるんだってことをさ、試験委員の人が期待してて、それでまああえてね、あのこういう問題ちゃんとまあ自給行為になるんだ、誤送自給行為になるんだってこともあり得るんだってことを分かって問題出してるかも分かんないですけどね、まあ、そこのところはちょっと不明ですね。まあ、なんでここのところはまあどうなんでしょうね。でもあれですよね、だから今さっき話した通り、その窃盗の既遂時期と窃盗性の侵害の終了時期が違ってね、要は実質的な既遂時期っていうのは見ていくわけじゃないですか。でその時まだその駅の待合室のところからそれほど離れてないところでさ、見つけられちゃったんだから、実質的にはね、あのその既遂、要は形式的に既遂になってるんですけど、実質的には既遂になってないと思う、この事案ね。なのでおそらく誤送防衛で処理するのが多分素直な事案なんじゃないかと私は個人的に思ってます。まあ、あとは皆さんどう考えるかね、あのそこは別にあのいいですよ、あの皆さんが自分であの考えればいいところだから、私はそこは強制しませんのでね。じゃあ今度、ケイソ、いよいよあと10分だな。したらね、やっぱケイソといったらあれですよ、もう伝聞ですよね。なんで伝聞やっていきましょう。実際証拠を、ね、見ながらちょっと伝聞、要証事実なんかを検討しながら伝聞やっていきましょうかね。まず自然の趣旨だけ見ちゃいましょうか。41ページをご覧ください。41ページの真ん中辺、設問に講談はっていうふうに書いてある段落ありますよね。41ページの真ん中辺、出題の趣旨ね、ケイソ法です。じゃあいきます。設問に講談は、本件文書および本件メモのそれぞれについて伝聞法則の適用の有無を問うもので、伝聞と非伝聞の区別の理解とその具体的事実への適用の能力を試すことを狙いとすると。でこのページ開けといて、で問題文でちょっとあの証拠を見てください。今回何 の、ね、その伝聞聞かれてるのかって話なんですけど、一番最後のところですね、問題冊子のね5ページ、ケイソのところの、ね、5ページになります。で、まあ、時間の都合で今日この資料1の方だけやっておきましょうか。この資料1のところね、これはね、組織的なね、あの振り込め詐欺のね、まあ、最近はいろんなね、昔はオレオレ詐欺とか言ってたのが振り込め詐欺になったり、バイク便利用したりとか、いろんなあの、ね、詐欺の形態増えてきましたけど、もう今回もこれ、その組織的な、ね、詐欺に関する事件の、ね、証拠になるものです。で、資料1のところですけれども、ここ、まずね、先物取引っていう題名がついてて、でその後息子上司って形でね、こう言葉が書いてあるんだけど、これマニュアルなんですよ。要はこういう形で、こうね、うまく詐欺をやるんだっていうことの、要はこのね、相手を騙す方法のマニュアルみたいなのが、こうね、紙になってます。でこれがパソコンで印刷されているものなんですよ。で同時に、ここにはですね、どうもこの犯罪の大元、そのね、背後にいる、バックにいる、一番そのトップにいる兵と思われるものの、ね、指紋がついてるんです。ここにね、兵の指紋がついてます。と同時にその兵のすぐ下で、そのね、組織的な作業をやってるオツが手書きした、その被害者のですね、 V の電話番号が書かれていると、こういうような書面になってます、ね、こう内容は騙す方法のマニュアルなんですよ。でそこにはその兵の指紋で、兵はね、完全に事件しらばっくれてます。もう完全否認してます。でオツはね、結構自供してるんですよ。ただし兵のことが怖いのかどうか分かんないんですけど、兵のことは一切喋らないんですよね。兵の関与は一切、言えません。まあ、そういう状況になってます。
でこの証拠を誰の被告事件との関係で証拠調べ請求しているかというと、完全に事件を調べくれている兵の、被告事件との関係で証拠調べ請求しているんですね。まあ、こういう状況になってます。でこういう、ね、事実関係を見て、まあ、最終的に、ね、伝聞性検討する場面だったら、まあ、要証事実を特定してですね、それとの関係で伝聞の定義に皆さんが当てはめてね、で伝聞に当たるかどうか判断して、仮に伝聞に当たるんだったらね、じゃあその例外要件何なのかってところをまあ検討すると、まあ、いつもと同じような感じでやっていけばいいわけね。でこれをね、これから検討していきたいんですけども、もう一回取材の指導戻りますね。41ページの、2段落目、設問に講談のところの2段落目ね、さっきの続きのところです。一般に、書面はその記載内容の意味が問題となる供述証拠として用いられる場合と、その書面の、ね、存在記載自体が証拠としての価値を持つ非供述証拠として用いられる場合の2つの場合があり、その証拠能力を考えるにあたっては伝聞法則の適用の有無、すなわち、伝聞証拠が供述証拠に当たるか否かを検討する必要があるところ、伝聞法則の適用を受ける供述証拠か否かについては、ね、それによって何を証明しようとしているのかというこの要証事実ですね、ないしまあ立証事項が何であるのかが問題となってきます。伝聞の定義ってほらもう必ず要証事実というのが入ってるじゃないですか、まあ、あるその供述であるその、ね、事実をまあ立証しようとするときに、そのまあ立証しようとする事実がまあ要証事実になるんですけど、そのある供述から要証事実を立証しようとするときに、その供述の内容の真実性が要求されるようなとき、それは伝聞証拠になるんですよね。なので必ずその伝聞証拠の定義、まあ、皆さんそれぞれ一人一人違う定義を抑えてると思うんですけど、絶対要証事実で入ってくるんですよ。なのである証拠が伝聞証拠に当たるかということを論文で書くとき、三段論法するときにね、まず伝聞の定義を挙げたら、必ずその判断枠組み、伝聞証拠の定義がまあイコール判断枠組みになるんですけど、そこに要証事実って言葉が入ってるから、ちゃんと当てはめするために要証事実をまず具体的に特定することが必要になってくるのね。なんで三段論法するためにまず要証事実の特定が必要なんですよね。伝聞の定義の中に要証事実が入ってるから。あとこれちょっと逆の見か違う見方をしたら、散々今まで過去を見てると要証事実要証事実って言ってるから、皆さんが覚えてる伝聞証拠の定義の中に要証事実って言葉が入ってなかったら、それはあの司法試験の論文試験では使えない定義だからね。あのすぐにあの三段論法できる定義、すなわち、その要証事実という言葉が入ってる定義を覚え直してください。じゃないとあの三段論法できないからね。だからあの伝聞の定義、ほら要はさ、伝聞法則の趣旨、知覚記憶表現上手の過程に誤りが入るから、そこ判断尋問チェックしとか、ああいう話あるんだけど、あれ無駄に書いてるんじゃなくて、 ある証拠、その具体的に説問に出てきてるある証拠がそれが伝聞に当たるかどうかってことを判断するための判断枠組みとして出してるから、あれ無駄に書いてあるわけじゃないからね。なんでそこは気をつけてくださいね。三段論法するための判断枠組みとして書いてるわけですからね。で今度ね、次のところいきます。伝聞法則のね、二段落目のね、説問に講談はってところの一般にの段落の5行目ぐらいかな、ちょっと太字になってるところですね、4行目の終わりから、伝聞法則の適用を受ける供述証拠か否かについては、それによって何を証明しようとしているのか、要証事実ないし立証事項が何であるのかが問題であると。でそこで本件文書及び本件メモのそれぞれについて、兵の関与、今回兵があの被告人とされている事件でこの証拠調べ請求してますので、でも兵はね、調べくれてるんですよ。でオツはね、何でもかんでも喋ってるのね、兵の関与以外は。そういう状況で兵の関与、兵とオツの共謀を証明するという、その証拠調べ請求の狙いに留意した上で、具体的な要証事実を正確に見定めるとともにね、それをもとに伝聞非伝聞の別、伝聞に当たる場合は伝聞例外該当の、ね、有無について的確な検討が求められるということになっています。で、本件文書はパソコンで作成されたものであり、その記載と実際になされた本件犯行対応が一致、右上にはオツのものとみられる筆跡で、この、ね、V 型、要は被害者の電話番号と一致する手書きの文字が記載されている上、本件文書から兵の指紋が検出、しらばっくれてる兵のね、なんとかこの共謀共同正犯を立証したいんですけどね、このそれでその証拠を出してるんだけど、兵の指紋がついてます。で本件メモは今日やらないんで、とりあえずここのところだけ見ておきましょうか。よし、じゃあこれでもう一回証拠を見てみよう。これだと自分で考えるしかないです。これ要証事実何なのかで考えていくんですよ。でこの時ね、このまあ5ページのこの資料1、問題文のね、この資料1の要証事実何なのかって考えていくんですけど、要証事実の捉え方っていうのは、まず、当事者主義の観点から証拠調べ請求するのは当事者じゃないですか、検察官とか弁護人ですよね。なのでまずその要証事実も、まずは当事者主義の観点から、その証拠調べ請求している人がどういうことをあの主張しているのかってことを見ていくんです。で従来の過去問ではそういう意味で問題文の本文の方に立証趣旨っていう言葉が必ず明示されていて、証拠調べ請求している人がね、どういう意図でその証拠を請求しているのかとか明示されてたんです。でも今回の問題の特徴はですね、その今まで問題文にくっついてた立証趣旨というそのキーワードがなくなってるんですよ。ただそれね、その言葉はないんだけど、実質的には立証趣旨が書かれてます。それがこの問題文のね、4ページの9項
のところです。9項のところで、同年4月17日兵の第1回後半において兵は身に覚えがありませんと陳述して、要は組織のトップのやつはねこれとぼけてるんですよ、兵は身に覚えがありませんと陳述して控訴事実を否認で、兵の弁護人は、本件検察官調書について、添付文書も含めね不同意ない一人調べに異議ありとの証拠意見を述べたことから、この R これ検察官です、証拠調べ請求してる検察官ですけど、ここです。兵とオツとの共謀を立証するためね、だからね立証趣旨って言葉は書かれてないけど、この証拠で何をしたいのかっていうのは証拠調べ請求するね、この R さんの意図がここ書かれてますから、まずここ絶対着目しますから、ここね、兵とオツとの共謀を立証するためオツの証人尋問を請求するとともに、丸三本件文書と本件メモの証拠調べを請求しましたよということになってます。で、設問2を見てください。丸三で証拠調べ請求された本件文書本件メモのそれぞれの証拠能力について、まあ、証拠収集上の問題点を検討しね、ここはまあ自白法則とか違法収集証拠の話が問題になりますけど、まあ、今日はそこはちょっとね割愛しまして、かつこの後想定される具体的な要証事実を検討して論じなさい。もう要証事実って言葉出てるから、伝聞該当性をね検討しなさいってことを言ってるのは明らかですから、このところをねちょっとやっていくことにします。で、通常はですねこの要証事実の特定をする場面ではどういう思考過程を取ってねやっていくかというと、まずは証拠調べ請求している人の立証趣旨に着目していきます。で、それからその具体的な事実関係と証拠の内容を見て、まあ本当にねその立証趣旨に沿ったような形の要証事実は何なのかなってことで、まあ、具体的に特定していくんですよ。で、今回もそれいつもと同じような感じで、この立証趣旨を参考に証拠の内容とあと事実関係を見ながら、要証事実を見ていくんですね。で、この時まずは、直にはどうもやっぱ共謀を立証したいわけなんですよ。で、そこでこの資料1のところの要証事実の捉え方なんですけど、まあ、その兵とオツとの共謀の立証をするためにね、まあ、この兵とオツとの間で意思の連絡があったという事実を直接要証事実にするのが多分一番このR さんのね、立証趣旨として兵とオツとの共謀を立証するためって言ってる R さんの意図に即するような、要証事実になると思うんですけど、もう一つねその手前のところ、まあ、本当はその共謀を立証したいんだけど、そこを直接立証するとちょっと伝聞性のところで引っかかっちゃうから、このこういう書面が存在するってことを要証事実にするってことも考えられますよね。で、前なんだっけな、何だったら23年かなんかの伝聞で資料が 1,2 で、殺人死体遺棄の事件でほら死体遺棄の報酬のやり取りをしたメールの、ねやつがあって、資料2のやつってメールの存在自体が要証事実になったじゃないですか。あれと比較するとこれもこれの存在自体が要証事実になるのかなと思うんだけど、でも早とちりしちゃいけないんですよ。あの事案はねやっぱりその証拠調べ請求した検察官の立証趣旨にメールの内容と存在って形で、もともと証拠調べ請求している検察官自体がその、ね、メールの存在ってことを立証趣旨で挙げてたから、だからその立証趣旨に基づいて合理的な要証事実設定してね、確かにその存在で、その合理的な要証事実になるからいいなってなったんだけど、ここはまずは、そういうふうに考えるんじゃなくて、その23年の、ね、資料2みたいに引っ張られるんじゃなくて、まずはこの共謀を立証するためってやっぱり言ってるわけですから、これの要証この立証趣旨との関係で要証事実考えていきます。で、それを見ていくと、まあ、具体的には兵は否認してるけど、まあ、少なくともここに兵の、ね、指紋がくっついてて、でしかも、ここにはですねその、まあ、オツが手書きした被害者の電話番号、現に、まあ、これ被害に遭っている人ですけれども、被害者の電話番号が書かれてますよね。で、ここの下のところの文章っていうのは、まあ、相手方を騙すそのマニュアル、要は騙す方法が具体的に書かれてるんですよ。こういうような証拠の内容と、あと今言った検察官の立証趣旨なんかをね捉えて考えると、まあ、実は、例えばこの直接その兵とオツが本件の詐欺についてね、その共謀したってことを要証事実だとしたとしてもですね、この証拠さえ出せれば、要はそこからね直でその要証事実推認することができないかって考えていくんですよ。で、それ具体的に見ていくとさ、オツはもう全部ねこの通りやったってことを自供してます。で、オツの手書きのね文字もある。で、そこに兵の指紋があるっていうことになるとですね、まあ、実際にこういうねその指紋があるっていう事実や、オツが被害者の番号を手書きしたっていう事実とか、あと騙す方法が書かれたっていうところの事実があるっていうことからですね、直でここいけませんかね、兵とオツのその本件の詐欺、この V さんが被害者になってますけど、その詐欺の共謀したんだってことを推認できませんか、このところ出せればどうですか。ここを自分で考えるのが大事なんですよ、このところね。なので、仮に要証事実をピンポイントで直接兵とオツとの間で、今回のこの V さんを被害者とする今回の詐欺事件に関しての共謀があったってことを仮に要証事実だとするんだとしても、この証拠を出せばなんとかそこ立証できそうじゃないですか。だから意味のある要証事実になるんですよ、このね、オツ、この検察官の方の立証趣旨で言ってるような兵とオツが今回のその V さんに関して詐欺をやるっていうことに関してね、共謀があったってことを要証事実とした場合に、どうもこの資料1から立証できそうだから意味のある要証事実だなっていうふうになりますよね。なので、とりあえず要証事実はオツとヘイトの間で、まあ今回 V さんを被害者とするまあ詐欺に関して共謀があったってことをとりあえず要証事実としてとりあえず仮定しておきましょう。で、それとの関係で伝聞性考えるんですけど、この内容の真実性がいるのかって話なんですよ。で、その時今のそのオツとヘイトの間の V さんを被害者とするね共謀を立証するのに、これ
真実であるということを立証しないといけないか、それちょっと一瞬皆さん考えてもらいたいんですけども、まずここにね、その犯罪のやり方のマニュアルが書いてあって、で実際この通りやられてるわけですよ、この通りね、今回 V さんで、そこでオツの手書きしたその V さんの電話番号があった上に兵の指紋があると。そうするとこれ別に内容は真実かどうかって言葉で立証しなくても、こういう証拠さえさ出せれば、この証拠の存在から要所事実推認することできませんか。今回その V さんを被害者とするね、その詐欺事件に関してオツと兵との間で共謀があったってことを立証できませんかね。いけそうですよね。でしかも別にそこなんか不合理なあのところ皆さん思いつきます。もしそんな証拠の出し方するのって裁判所で認められなさそうだなと思ったら、それはもうそういう構成できないんだけど、それいけそうじゃないですか。でいけるんだとしたら、この、資料1の要証事実は今回 V さんを被害者とする詐欺事件に関してオツと兵が共謀したっていうことがもう要証事実になるんですよ。でそれを立証するのにこの書面の内容の真実性が問題になるかっていうと、V さんの電話番号をオツさんが手書きしたっていうことが表示されていて、でしかもそのマニュアルのところパソコンで打たれているものの、まあ、実際にその V さんが被害に遭ったのと同じようなあの手口が書かれていると。でそこに兵の指紋がある、そういうようなあの状態の証拠があるってことで、別にこの内容は真実だってことを言わなくても、要証事実すなわち V さんを被害者とする今回の詐欺事件に関してね、コウとオツとの間で共謀があったってことを推認することできませんかね。できそうでしょ。うなずいてる方が多いですよね。なんで多分あの直感的にできるんだと思ってるんですよ。だとしたらこれの内容、その資料1の内容の真実性は問題にする必要ありませんので、だからあの非伝聞ってことになってくるんだと思うんですよね。というわけで、まあ、これは一つの考え方であって絶対的な考え方ではないんですけども、まあ後であのどうせ採点時間出るからさ、あっちの方で詳しく書いてあると思うんで、まあ、そっち出たらちょっと確認してみてください。とりあえず今のところはまあこんな風にあの考えてますのでね、今日の段階ではこういう風に考えてます。じゃあ、あちょうど、あすみません5分ほど過ぎてしまいましたけれども、これで出題の分析会を終わりします。どうもお疲れ様でした。あとは、12月の26日と1月9日にまたあの皆さんの直前に役に立つね無料公開講座を用意してますので、ぜひ来てください。では終わりにします。